歌です。こんばんは、ライムスター歌丸でーす。イエーイ。ちょっとあのから元気を出してくれて、すみませんね。こんばんは。よろしくお願いします。はい、歌丸と申します。昨年の2月以来1年ぶりということで、1年経ったんですね。そうなんです。なんかちょいちょいあのスペシャルウィークの、はい、あの来ていただいてね、終わりとかね、はい、あの番組のつなぎとかね、はい、ご挨拶させていただいてるんで、そんなに経ってると思わなかったですけど。ご、ね、存知 TBS ラジオの看板番組ウィークエンドシャッフルの。看板は言い過ぎだろ。じゃあ週末看板番組。土曜の。TBS の休みの日を頑張って埋めてる埋めてもうすぐ10年とかじゃないですか10年じゃない9年目でしょ9年目ですか、はいはい、すごいですね、うん、まあ中堅どころですから同じ番組9年やってるってすごいねえそういうことで、ね、相変わらず飽きたりしないんですか飽きるっていうよりね相変わらず上手くならないこの問題でございます、ね、そんなことないですよ、そんな歌丸さんと今日は一緒にやるんですけれども、うん、私とはですね大学のサークルの先輩後輩の仲ということ で、初めてお会いしたのが18歳ですから20あ、そう。4年ですよ。あ、そんな経ちますか。24年ですよ。まあ、ただそのね、あの大学時代は毎週のように、まあ、顔を合わせていましたけど、はい その時はちょっと大先輩後輩で多少距離もあったし、すごいました。で、多分ジェーンスーさんが今気をつけながら勘弁してくださいね。前回ポロリしてますからね。ジェーンスーさんが社会人になられてからちょいちょい一緒に食事するようになったりとか、はい、こっちの方が合うんじゅうになったんじゃないですか、その後そうかもしれないです、うん、ね、で今にでもこう今やもう出世 TBS 看板っていうかさ、もうあんたじゃん看板はっていうか、なんかいや、ね、うっかりしちゃったね。いやいや、これでも素晴らしいことで、はい、本当にあの先輩として嬉しく思って、ありがとうございます。本当です。TBS ラジオでのウィークエンドシャッフルとの並びもこの春までなんですよ。だからさようならね。もうちょっとなんか今応援してる寂しくなるよと。まあ寂しいですよね。さあ、なぜ今日お呼びしたかというとですね、うん、番組史上最高の数字を叩き出したのがこの先輩ということで。数字というのはこれは聴取率の数字ですよね。歌丸さんが太鼓 MC だった時は一番らしいですね。そうなんです。ぶっちぎりでよかったらしいじゃない。そうなんですよ。でね、俺それ聞いて、まあ嬉しかったですよ、はい、ありがとうございますと思ったけど、当然そこで俺が考えるのは勝ち逃げですよ。わかりました。その最高数字出してですよ、はいはいはい、なんで俺セカンドトライする必要あるわけだっていいでしょ、だってもう最高数字出してたから。塗り替えて欲しかった。塗り替える意味ないでしょ、自分の記録を塗り替える。しかもこの場面もう終わんだから、最高数字意味ねえじゃん、そんなんさ。いや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 、でもさ、要するにさ、誰も得しない。最高数字出しても、おお、そう頑張ったね、ね、でもうちょっと下がると俺が損する。いや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 、あいつのポテンシャル下がったみたいな。いや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 、そんなことないです。全然そんなことないですよ。まあまあでも光栄ですよ、はい、今日はほらしかもさ、TBS ラジオ全体が歌丸デーなんですよ。そうなんですよ。ありますか、昼間からもう本家が、うん、あの TBS ラジオのウェブのね宣伝で、はい、歌丸がお好きなあなたへっていうなんだそのカテゴリー。まあ要は桂歌丸師匠がね、はい、チャキチャキに逮捕されたらですね、ですね、はい、そしてそっからのこれ出て、そのこの後私の番組ということですから、すごいですよ。1日3分の1ぐらい歌丸っていうことですからね。一緒にしていいのか雑なねくくりで申し訳ないんですけど、歌丸が好きなあなたで、ね、そういうのもあって、まあ受けようと思ってね、これはね、はい、受けて立とうと。よろしくお願いします。あともう最後のスペシャルウィークだから、これ数字が悪くても俺のせいじゃないみたいな、はい、いやいや、叩き出してくださいよ、また何かしら。終わりました、よろしくお願いします、はい、それでは大根 MC 最初のお仕事、番組説明をお願いします。いきますよ。当番組、いいんですか、いいんですよ、わかりました、それわかりました、これが Q なんですね、はい、こういうことです。当番組ジェーンスー相談は踊るは、週末お悩み解消系ラジオ。シリアスな悩みから身の回りのトホホな悩みまで、リスナーの皆様から届いた相談に次から次へと乗っていきます。その他にもこんなコーナーがあります。7時40分頃からはお悩みガールズ白書。今夜は徹夜がしんどくなる年齢についてのアンケートをご紹介。8時30分頃からのお悩み時空パトロールでは、ハードボイルド作家北方健三先生の人生相談をクイズ形式でチェック。おい、本当が来ました。そして番組ではメッセージも受付中です。冒頭のジェーンスーさんのトークへのリアクション、おならの話ね、これも僕もサブでブー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 言ってましたけどね、などなど、番組中に思いついたあなたの相談、ツッコミなど何でも送ってください。宛先です。メールの方は sd@tbs.co.jp sd@tbs.co.jp、 ファックスの方は東京 03-5562-0954 03-5562-0954、電話で相談したという方は電話番号も書いてくださいね。メッセージを紹介させていただいた方、いただいた方全ての方に番組特製ステッカーと、これ番組特製ステッカー、番組終わるわけですから。そうなんですよ、これはレアですよ、もうレアリティですね、レアリティでございます。お悩みを読まれた方には番組特製ステッカーと、読まれた方には足裏に夜貼って朝すっきり、足りらしいと、はい、足りらしいとプレゼントいたしますので、メッセージにはお所お名前もお忘れなく。
ございます。はい、それでは9時までの生放送、ジェンス相談を踊るジェンスとライムスター歌丸でレッツソーダンス。ジェンス相談が踊る週末お悩み解消系ラジオ、ジェンス相談は踊る。TBS ラジオキーステーションにお送りしているジェンス相談を踊る。それでは今夜最初の相談です。2度目なのにね、こういう大行 MC なんで進行していただくのは歌丸さんですから。そうなんですよね、私がどっちかとぼんやりする、なんだろう、この今ね相談を今読み込んでしまいました、申し訳ございません。はい、今夜最初の相談でございます。はい、はい、いきますよ。ですね、ブーブー短足さん、女性です。はい、いきますよ。スーさん、こんばんは。今日の大好 MC、 私の理想の旦那第2位の歌丸師匠ではないですか。まあまあ2位はね、1位は誰なんでしょうね、誰なんですかね、本家歌丸師匠。あと理由も来たですよね、どういう理由で、ね、うんみたいなこともね、はい、添えて送ってくださいね。ズキュンということで、ギリギリメールすみません。いえいえ、何度か相談メールを書いたのですが、こじれた友人関係のことなどは翌日読むと自分に都合のいいような解釈で書いてあり、またスーさんならこう言うだろうなとおのずと気持ちの整理がつき、一リスナーとして楽しんできました。なるほど、うん、すごいですよ ね、 ね、うん、なんかもう聞いてると事情効果があるすごいある、事情効果まさに。しかし番組を終わってしまうということで、一つどうでもいいけどずっと悩んでいることを相談したくメールします。お待ちしてました。それは飴をすぐ噛んでしまうということです。ああ、なるほど。友人関係とだいぶ違いますけどね。どうでもいいですね、本当に。喉が痛くて舐めているのに10秒もしないうちに噛んでしまう。早いよ。噛まない、ように意識したら口の中に気持ちが集中して他のことがおろそかになり、集中が切れた途端ガリッと癖でいっちゃう。20年ほど前、大学生の頃、同期にデブの三大特徴は、1、よく汗をかく。ピバン。2、ベルトループの真後ろを通し忘れる。はあ、わかるわかる、なるほどね、うん、そうなの、これ理由あんの、真後ろのところにベルトループがあるじゃないですか、うん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 、あそこにまで多分意識が回んないとか、なんか遠いから、食い込んで取れないとか、そうそうそう、遠いからあるじゃないですか、ね、地球と火星の関係が悪いみたいな。そうそうそう、はい、2、ベルトループの真後ろを通し忘れる。そして3、飴を噛む、ベルの三大特徴と言われました、はい、私、身長の下2桁と体重が同じです。身長の下、例えば167センチだったら67キロって、ね、全然普通じゃん。なるほどね、まあ、身長よりもありますしね。そうですよね、うん、飴を舐めたいのです。噛むと一瞬で終わってしまうし、噛んだ瞬間、あ、デブの習慣やってもうたと思うし、何より喉の痛みが収まりません。それそうだよ、長く舐めた。飴を舐めるにはどうしたらいいでしょうか。ちなみに私は2倍速の女と言われるぐらいせっかちで何もかも早いです。あー、ブーブー短足さんからのね、あ、今飴目の前に飴がたくさん来て、飴舐めながら喋りはできないよ、これを言っとくけど。どれにしよっかな。舐めんのこれ。バターボール。これ美味しそう。ちなみに、はい、なんていうの、お決まりの、はい、ジェンスさん的にですね、お決まりの飴みたいなあったりします？私は好きな飴は何だろう。うん、飴ね、袋開けてますけど。はい、でも入れた入れた。これ、うん、これが。三ツ矢サイダー舐めてる。チェルシーが好きでした、子供の頃。チェルシーは。飴ですよ。飴か飴か飴か、そうかそうか、飴です。なんかちょっとついついね、キャラメル的に噛みたくなるような見た目だけど。チェルシー何味派でした？いや俺あんまチェルシーは、あなたにあげたいって言われてもそんなにそんなピンとこねえな。もらってもらえないんですか、私の何か。片言で言われてもそんなピンとこねえなみたいなのがあった。チェルシーはあげたかったのに。私の、僕はね、今その喉系で言うと、はい、プロポリスっていうさ、あの緑の袋に入った、はいはい、結構ね、前はね、前はあんまね、いろんなとこなかったんだけど、最近はね、いろんなとこに置くようになってるね。緑色のプロポリス、まあ、蜂蜜の、はい、まあ、なんだ、一番いいとこをやりましたみたいなやつかな、はい、一番いいとこやりましたって何ですか。いやこれはね、いいんだ、その僕は喉酷使しますんで、はいはい、ちょっと飲む舐めると喉がやっぱちゃんと痛くなるって、痛くなると、あ、今痛んでるとこう修復して、修復している修復している、こういう感じがするんだね。ってことは噛まない。そうね、ただある程度の大きさになったらフィニッシュに行くよね。あ、ガリガリガリっとね。うん、次の、確かに確かに、次のラウンドで、次のラウンドで落とせみたいな感じ。はい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 、確かにそうですね。俺もせっかちじゃん、すんごい。私もせっかちです。え、じゃあ噛む派？私は中に何か入ってたら噛んじゃう派です。あ、これどういうことかっていうと、せっかちだから中の何かが出てくるまで待てないんですよ。うん、迎えに行くんです、うん、中の何かを。あれはでもさ、中に入ってるやつはさ、何そのさ、じゃあ普通に舐めてって舐めてってね、うんうん、薄くなって薄くなって中のものが自然に露出して取ろうって、そうそうそう、んな舐め方してるやついるか。絶対、いや分からんですよ。だってさ、まずさ、そのさ、口の中の圧力で絶対その薄くなった、はいはいはい、もう一枚の薄皮のところが絶対割れんじゃん、うん、間違いなく割れますね。だから事実上噛んでると同じことになるし、それは、うん、だからでも迎えに行くか、
事故かってことのどっちかですよ、まあまあそうだね、しかもこの人は迎えに行くってよりは無意識にやっちゃってるわけ、やっちゃってるんですよね、で舐めようとすると、うん、その意識が飛んじゃうってんだよ舐め慣れてない、そんなわけねえだよちょっと思ってますけど、なんですね、いやでも舐め慣れてないわけ、そうですね、うん、舐め続けない、舐め続けたい、でもさ僕は今噛んで舐めてるね、はい、三ツ矢サイダー朝日から出てるね三ツ矢サイダーキャンディー舐めてますよ、確かに今キリッとしてていいですよ、三ツ矢サイダー感ある、うん、これ噛むの結構大変だぜ、結構いやでかいし、いや噛んで無意識に噛んでデブ要素、嘘つけ私167センチで全然下2桁67キロだったんです、痩せてる時だもん、ああそう、うん、そっちのラインだ、全然ブーブー炭素、ちなみにこのデブの三大特徴としてのその飴を噛むってのはこれどういうことなの、食べ物をですねゆっくり、うん、消費するってことができないんですよデブは、あじゃあ早食い問題だろ、そうですね、うん、俺も早食いだよ、なんで太ってないんですか、体質個人差今日はあのさっきの打ち合わせでねあの何個かの禁句の一つだったら個人差っていうね、それ言ったらそれはなんか一個も解決しないんですよ本当だよね、でもその、うん、なんていうの、甘いものをやっぱりそんな量食わないとか、はい、単純にやっぱ食生活にそこまで太る食い方してない問題はあると思いますよ、はい、なんかね、うん、早く食べちゃうと次と満腹中枢が、うん、刺激される前に放り込んじゃうので、うん、ちなみにその喉が痛くて飴っていう、だからその飴じゃない方の喉対策をすれば済む話じゃね、うん、それも一つですよね、うん、つまりその飴は噛んじゃって飲み込んじゃうじゃん、うんうん、だからもう単純に糖分としていっちゃうと、養分がこっちに行かないと、うん、まあ、結局糖分はある種含まれるんだけど、で、まあ、やっぱ蜂蜜なんだけど、なんだっけ、なんとかハニー、ほら。マヌカハニー。マヌカハニー、それ、あれですよ、ハシピーから、この番組のプロデュースで、はい、まあ、ハシピーからですね、私がですね、もらったマヌカハニー。マヌカハニーいいよ。行くんですか？俺だって24時間ラジオっていうね、昨年私がね、バカなでね、はい、誰からも頼まれないね、これもやった時に、喉平気だったのは絶対マヌカハニーだよ、はい。あ、そうなんだ。喉ヌールみたいなのよりいいですか？喉ヌールって何？なんかシュッシュってこう、スプレーするような。あー、シュッシュは気分やね。気分なんで関西人なんですか、ね、出資は気分やね、そうや気分やね、いや違うの、やっぱねある程度粘度があるからなんだよ、わかる、はいはいはい、であの粘度がただね、その生態そのものにくっつくわけじゃないから、うん、気分やね、気分なんだよね、多分どっちもでどっちも気分やね、どっちも気分ね、でそのなんか体力そのものを、その要はさ喉がこう傷んでこう、はい、炎症を起こしてるものを収めるわけだから、そうですね、だからその飴じゃなきゃいいんじゃねえ、マヌカハニーこの人飲みそうだな、飲んでもいいの、飲んでもいいの、喉に絡みつくように、はい、飲めばいいんだ、うんがーっとこうさ、うんうん、のうんがーっとこう喉にこう塗るようなイメージでうんがーっとこうごめんなさい、うんがーちょっとわかんないんですけど、喉にぬちゃーっと、はい、気もね、わかる、その喉にぬちゃっとしたものが付着するイメージで、はいはいはい、と飲むいう、そうすればで、そのそれで意識してるじゃん、はいはい、でそっからまあわかんない1分30秒かってうーんって、うん、なんかいろんなこと考えてくださいよ、でこうキープすればもう十分です、分あの飴1回分ぐらいは多分もういってると思う、そっか、まず飴ってのが効率が悪いんだと思う、そうですね、飴自体はもう噛んじゃってしょうがない、この人の場合、うん、てか飴そのものがそんなに喉に付着する話じゃない、気分だもん、ほんとマジな話、気分ですねマジな話、飴は気分マジな話は飴気分だから、うん、ということかな、あとはやっぱ超でっかい硬い噛めねえやつとかにするとか、ディズニーランドとかに売ってる、うん、あのぐるぐる巻いた、なんていうんですか、こうペロペロキャンディーみたいなのあるじゃないですか、いいやつ、俺あのペロペロキャンディーがね、うん、プチッパチャップスも含めて、はいはい、ちょっとで無理なんですよね、何が無理なんですか、棒が怖いいやだって刺さんないじゃないですか、その棒、いやその棒怖い派は、うん、それがもうこっちの中にこっちに向かって、はいはい、はいはい、うなずいてるよ、重厚じゃないんだから、赤木舞子はうなずいてるよ、これでも怖いんだもんだって、うん、いや口の中に尖ったこういうものを、はい、この方向にね、焼き鳥だって横に平行にしながら危なくないように食うのに、はいはい、こうやって食うなんて具の骨頂ですよ、あでその瞬間にですよ、直下型ドーン来たゴーン、いや別にそれ重厚みたいな感じで今話してますけど、うん、ただのジャスト棒じゃないですか、でもね恐怖っていうのはそういうことじゃないの、やっぱり そっから生じるイメージが恐怖を生むから、うん、あそうなの、そうだからね俺その棒系ダメなんだよね、あ棒キャンディーがダメ、ダメ、あのこう、うん、そうだね、横からならなんとか、いやそんなやらしい舐め方誰がしようって
ジェーンスー相談を踊る。今夜はライムスター歌丸と作詞家コラムニストのジェーンスーでお送りしています。それでは続いての相談です。お願いします。はい、ゴゲミドロさん、はい、ね、吸血鬼ゴケミドロなのにゴゲミドロさん、29歳、女性。私の悩みはアカウントを持たない、私のアカウントを持たない私の SNS との付き合い方です。ああ、はいはい、うん、ミクシーから始まり最近ではインスタグラムまで一つもアカウントを持っていません。ほう。それなのに私のウェブ履歴は、著名人友人家族の SNS URL で埋め尽くされています。他人のそれを見ることを我慢できないんです。あ、なるほど。きっかけはなかなか返事の来ない友人がツイッターでは盛んにやり取りをしているのを発見したことです、うん、それまではたまに見てみる程度だったのですが、これを境にブックマーク登録をしてしまい、それからはチェックが習慣に、自分から見てしまった、最近特に気持ちがざわめくのは自分発信的な意識高い投稿です、うん、見ながら鼻で笑ったり舌打ちしたりしています。わかるよ、わかるよ、うん、あとはその投稿に対する周りの反応、必ずポジティブね、うん、反応がポジティブ、もう気持ち悪いです。なるよ。何かを発信するのには責任が伴うと私は思います。特にインターネットは世界中ほとんど全ての人に届く場ですので、その波及力も大きいです、はい、ただ SNS への嫌悪感はそれをやりたいのにできない自分へのモヤモヤでもあるということも分かっています、うん、責任だなんだと社に構えるのもどうなんだ自分。さすが。これから先参加することはないと思いつつも、ずっと他人の SNS をブックマークし続け観察しながらざわざわするなんて不健康。こんな私はどうやって SNS 時代をサバイブしていけばいいのでしょうか。お知恵を拝借したくよろしくお願いいたします、という。なるほど。現代、現代、現代ですよね。これ歌丸さんは、はい、ツイッターとかアカウントないですよね、はい、私の SNS というか対ウェブスタンスを言っておくと、はい、2005年ぐらいですかね、まあ、ミクシー、はい、あの浸透期、まあ、日本の SNS 浸透初期と言ってもいいと思うんですが、 そうですね、はい、その時にもう本当にやりぐるっててですね、マイミクでした、まあ、向こうやったね、まあ、でそれ様子分かってでしょ僕、はい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 、あのとにかく24時間ログインし続けてで24時間そのキャッ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 、まあ要はその身内同士なんですけど、す、ね、キャッ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 、まあ、それこそあれですよ、この後はうちのウィークエンドシャッフルにも登場する、はい、コンバットレックとかですね、はい、キャッ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 やってましたね、やってもうずっと、まあ、はい、今思えば結構青春だったなぐらいの、うん、感じなんですよ、はい、でそのミクシーやりぐるい気があり、はい、でただそのミクシー、まあ、当時はまだ そんなにその微妙な知られ具合だったのがだんだん人が増えてくるに従って、うん、まあ、確かに今の SNS に通じるようなちょっと若干の煩わしさを感じる時期になり、ありました、ね、で、その後ライムスター、それまであの公式ブログってなかったんですけど、はい、2006年から公式ブログというのが始まり、うん、その、まあ、なんていうか双方向性がちょっと若干面倒くさくなったため、はい、ブログから発信するみたいな感じをやり、はい、それにブログぐるい気がさらに、だって毎日必ず、しかもあの誰がこれを読むんだっていう長文の、それこそ映画評とか書評とか、うん、まあ今でいうその当時まだウィークエンドシャッフルやってなかったんで、はい、なんかそういう吐き出し場がなかったんでしょうね、うん、まあ、それをウェブにぶつける時期というのが2年ぐらい続き、はい、でそれにも飽き、うん、そしてもうだから全てのウェブ発信を遮断し、ほう、今に至る。そうか、ないんですもんね。ないです。え、今やってんの、スープさん。私はツイッターをやってます。フェイスブックも自分でファンページっていう面白いものを作ってます。もともとだってさ、ウェブにいろいろ文章を上げてるっていうのもあったよね。あの、まあ、でも一番最初それこそミクシーの誰が読むんじゃ日記ですよ、うんうん、アホみたいな長い日記を。そっから自分のサイトが始まってみたいなこと。うん、豚のテレビに出始めた時に、うんうんうん、検索した時に何も引っかかんないと嫌だなと思って。え、その前になんか書いてなかったっけ。なんかいや、ブログはやってないですね。あ、そっか。あ、なんかやってたかもしれないけど、ちょっともうそれこそ 2,3 個上げて終わりみたいな感じでしたね。でもさ、その今この立場だと、はい、双方向性があるものって、うん、やっぱその、まあ、もちろん本気でねきっちりやればいいと思うけど、はい、大変じゃない。いや、だってもう完全に、お知らせとちょっとつぶやきぐらいで、うん、ツイッターは、うん、もうそれしかないですよね。なるほど。だってなんかちょっと少ない時期だったら、もう少しフォロワーさんが少ない時期だったら、うん、なんかこう多少内輪の人だったら分かってもらえる際どいこととか言えたけど、うんうんうん、今はねそれで人を傷つけたりとかする可能性が多分にあるんで、ね、じゃあ公館として使っていると、まあ、まさにこの放送と同じような気分で使っていると。なるほどね。一般の人で SNS のアカウントを持たない人って結構珍しいんじゃないですか、29歳だと。
SNS ってどこまで指すかだよね。その LINE とかってさ、うん、もう本当に友達同士でさ、あの、そうですね、知り合い同士でサクッとやるっていうので、はい、まあなんか多分みんな LINE なんじゃないの、多分今一番使う。 LINE を SNS って言われるとちょっとでも違和感ないですか。そうだね、その外に見せるようなもんじゃないからね、から、うん、やっぱその意識高い系の発言が気になるっていうのは Twitter までやろうね、やっぱりね、意識高いの、要はみんな見てるけどパーソナルなものでもあるっていう、このギャップがあるのは、そうそうそう、ツイッターが一番大きいかもしれないね。とフェイスブックはどうなん、Facebook、でもフェイスブックは一応友達以外には決し、あの、見えない設定してる人多いですからね。本名しか、そう、ツイッターやってる人がね、みんなご存じない人も多いっていうのか、はい、僕ちなみにですね、すごいウォッチャーで、あ、見てるんですか、はい、そうそう、だから、そう、だから、あのね、そういう意味ではゴゲミドロさんと非常にスタンスは近いです、はい、自分ではやってないけどチェックはしてるんですよ。アカウントなくてどうやって見るんですか。いや、見れるっつうの、だからツイッターは鍵かけない限りは全員世界中に見れる。 それを分かってないでやってる人が多いのよ。あ、だからツイッターの人じゃなきゃ見れない。そう、だからなんで知ってるんですか、うん、いや見れるっつうのみたいな。だからそのなんか何、嘘アカも別アカ持ってんじゃないですか、はいはい、いやなくても見れるんだっていう。ツイッターっていうところのページに行って、うん、誰か名前を入れてその人の、うん、だからホームを見るってことですよね、やり取りを見るっていう。いや、ホームっていうか、そのだからその例えば歌丸だったら歌丸のについて書いてるのがずらっと来るから、うん、あ、そうか、だから結構そのなんていうのかな、どうせそれこそ僕なんかバリバリ見るから、はい、悪口も含めて、うんうん、結構見てると思うよみんな。あなたのそれ結構本人にダイレクトに、まあ、それをやったって思う人もいるだろうけど、ね、はい、うわならって思う人もいるだろうし、うん、そうそうそう、だからね、ゴゲミドロさんのこの、スタンスは僕は大変わかります。嫌悪感はそれをやりたいのにできない自分へのモヤモヤ、でもこれから参加することはない、でもずっと他人で SNS をブックマークし続け観察しながらざわざわ。それの何がいけないのかなと思うんだけど、もうイライラエンターテインメントって私はよく呼んでるんですけど、うん、イライラする人のやつを見てまたこんなこと言ってるよとか、うん、楽しいですよね。そう、だから僕は用途がはっきりしてるからね、はい、てめえにガソリンを注ぐために、はい、そうなの、火に油を、自分の中の炎がね、うん、ちょっと最近小さくなってきたな。わかる、すごいわかりますわ、うん、だからガソリン注いでやると思って、うん、イエイイエイっつって、おーけーめー何言ってるんだおら、うん、じゃあこうやってやろうとか、じゃあこういうことしてやろうとか、う、ね、まあモチベーションになるから。だからゴゲミドロさんもなぜ人のそのあれをアカウントを見るのかっていうところのそのあれが動機をね、もうちょっとその自分がその悲願でるからだとかそんなことじゃなくて、うんうん、やりたくないけど見るは別に全然いいと思うよ。だって公開されてるもんなんですかね。公開されてもそう、ね、だしそのなんていうかな、一方的に見る優位とかもあるか、うん、わけだから、そうですね、そうだからなんていうのかな、もっと割り切ってっていうのかな、別に割り切り SNS の割り切り、うん、割り切って、うん、割り切って SNS 監視みたいなスタンスにすればいいんじゃないの、うん、何がいけないのか分かんないな。あと参加したいんじゃないですか。もう一つは一回やってみてのある、うん、だから僕の場合は、はい、ミクシーをやっぱりそのやり倒したから、ゆえに俺はもういいよって自信持っているところはあると思うから、うん、じゃあ SNS まず何から始めましょうかね。この人自分の 今シーンは何なの。シーンは何だろう。ツイッターって感じじゃないですね。ツイッター24時間どんなやつからのレスも返すみたいな、で揉めに揉めって嫌になり尽くした後にみたいな。そう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 、うん、なんだろう、フェイスブックは実名だしな。やっぱツイッターで他人のフリっていうのが一番いけ、知らない人のフリです、ね、ゴー。ジェーンスーさんとライムスター歌丸でお送りしている相談を踊る。この時間は働く女性の総合サイトマイナビウーマンのアンケート調査を魚にあれこれ語らうお悩みガールズ白書です。今週のテーマは徹夜がしんどくなる年齢についてです、うん、これね、ありますよね。しんどいですか、もう。もうダメです。あ、そうですか。あのね、徹夜すると翌日が全く使い物にならない。持ちが悪くなったのありますよね。そうそうそう、間違いなくありますよ ね。はい、ということで、アンケート調査の結果を聞きましょう。 TBS 林美奈穂アナウンサーからです、どうぞ。はい、日本の悩める女性たちをリサーチするお悩みガールズアクション、マイナビウーマン編集部のアンケート調査、今回はこちら。徹夜がしんどいと思うようになった年齢トップ5。徹夜しても翌日仕事バリバリやって人間なめんなって言えたのも今は昔。最近はオールすると次の日はワンスアゲインできないなっていう人も多いはず。調査対象である働く22歳から34歳の女性たちは何歳くらいから徹夜できなくてさせんねーな状態だったのでしょうか。それでは5位から1位までランキングの発表です。第5位、20歳 8.2%。 第4位、
23歳、 9.5%。 第3位、しんどいと思ったことがない、 10.8%。 第2位、25歳、 12%。 そして第1位は22歳、 13.9%。 以上、徹夜がしんどいと思うようになった年齢トップ5でした。ことほどさように20代前半から徹夜に弱くなり始めているという結果でした。最近はプレステ4のフォールアウト4をやって朝を迎えてそうな歌丸さん、徹夜まだまだ大丈夫ですか？以上、早朝番組で今も週2で徹夜状態ですが元気いっぱい26歳、 TBS アナウンサー林美奈穂でした。すごい情報量が多いね、うん、Once again. どこから答えていいのか、まあ、ライムスターネタを突っ込んでいただいてってのもそうですし、はい、うですね、うん、まあ、私がゲームやってるって話、まあ、もう林さん大変ですよね。やっぱアナウンサーも時間関係なくね、引っ張り出されるでしょうから、朝早いとか夜遅いとかありますからね、うん、さあしかしでもライブとか生活もともと遅めが多い、うん、いやでも今はねクラブサーキットというね、はい、いわゆるその夜中にライブやるあれではないんですよ。僕らもホールベースになってますんで、ライブそのものが遅いっていうのはめったにないですね、はい、DJ イベントあるときにたまに、まあ朝方とかがたまにありますけど、だその先ほどそのゲームをやって朝を迎えて、はい、朝じゃないです、ゲームを迎えて僕昼を迎えるとかっていう時にまずいって思いますよね。何時から始めるんですかそのゲーム？まあその12時間前ですよね、だからそんぐらいから始めて、ただ僕の場合皆さんとやっぱ生活サイクルが違うため、はい、皆さんにおける徹夜は僕の徹夜じゃないですよね、だからね。何を言ってんのかよく分からない、皆さんにおける徹夜は、いやいやだから朝を迎えたからって徹夜じゃないんですよ、はい、あ、はいはいはい、睡眠時間を割とちゃんと取って、つまりその不健康な時間帯でやるのはそうだけど、そうなんだ、変な時間に寝てるっていうだけ、そうです、そういうこと、そういうこと、そういうこと。なのでその今回のそのアンケート、はい、何そのね、いくつからいくつだっけ、22から34です。22から34、ね、まだまだだよ。でしんどいなと思うようになってきて、ね、で1位22歳、ピンとこないわピンとこない、うるせえだよ。ランク王国的なね、ランク王国のランキング的なピンとこなさ感、原宿の女の子に聞いたやつ、ね、幅が狭すぎるんだよっていうか22歳で思ってる徹夜のしんどさと、うん、42歳そこから20年先の私の感じてる徹夜のしんどさ、まるで違いますよ。例えばジェンスーさんとかはお仕事で何夜も寝れないとかってあったですか、忙しい時期は。20代とかではやっぱ2日ぐらいはありましたね。2日あの24時間起きていて、うん、その翌日2時間ぐらい寝れるか寝れないかみたいな感じでまたもう1日みたいなのはありましたけど、だから完全徹夜で2日っていうわけではないんですが、本当に睡眠時間が少ないってはありましたけど、今はもう朝方まで何かをしたら翌日は夕方まで使い物にならないですよ。ああそう、眠くてそれはもう台無しです。頭が回んないです。あー、へー、下手したら気持ちが悪いとかです。もうあ、もう具合が悪くなっちゃうっていうね、うん、なるほど。僕も、まあ、酒また飲んだりするからね、さらにね、ダメージが長引くってなる。ただその上がいくつだ、結構34、若いよ。34ぐらいが逆に言えば一番それやっちゃってた時期かもしれないですよね。さっきの、SNS 狂い時期ともあれして、もう24時間 SNS やって、はい、でリアルで会ってそこからファミレス行って昼から夕方まで遊んでなんでそんなに友達と会うんですか。いやだからそのやっぱ金はある、はい、で社会的その地位もそこそこ、そ、ね、要するに自由が利くんですよ、あれ、いろんな意味で。はい、それは女もそうですね、うん、30代そうで、まあ、結婚もしてない何もしてないだから、はい、もう自由なんですよフリーダム、うん、で俺はもうあれが一生続くと思ってたお酒どうですか、抜けなくなりました。抜けなくなったね、やっぱダメージが、はい、やっぱその結構飲む方なんで、はい、そうするとやっぱ翌日1日使い物にならなくなったりするとちょっとなと。飲む量は変わらない、量は減りました。だからやっぱり量も減って、必然的にそのうん、前はだって1日毎日ですよ、はい、毎日ワイン 1.5 本ずつぐらい当てけてたんだけど、うわフランス人かって感じですね、うん、でもやっぱさすがにそれはない、もう開けるようにしましたし、あ休館日っていうのを作るよね、そういうことですね、はいはい、毎日は飲んでない、ただ飲むときはやっぱりがっつりいっちゃう、今日なんかこの後コンバットレックいるんで、もうね、うん、大問題ですよね、大問題ですねそれね、うん、ということですからね、だから、まあ、ね、また3このね、この幅だと多分あんまりまだそんなに優位なデータ来ない気もする。あともともとできないって人もいますからね、うんうん、そうね、周りでも、ね、なんでしょうね、あれ、あの徹夜大丈夫、ショートスリーパーとロングスリーパーいるじゃないですか。そうだね、あとその、まあ、お酒飲んだりしても、はい、もう寝ちゃう人、寝るときは寝ちゃう人、はいはい、いるよね、いますね。え、どっちどっち、
私はお酒飲まないじゃないですか、うんうん、だから、まあ、基本的には寝だめする系ですね。寝だめ寝だめ寝だめカンタービレ。いや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 、おじさん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 、びっくりしちゃった。そんなこと憧れの先輩が言うところがあってあのね、この文脈のないダジャレを言うようになったらおしまいなんだよね。もうほんとすいません、あの寝だめだね、寝だめ何の話したか忘れちゃったんですけど寝だめカンタービレあのシャープな四郎さんがこんなことをニヤッと笑いながら寝だめカンタービレってそんな日が来るなんて18歳の私は知らなかった。つまり皆さんいいですか、これがカレイカレイカレイってことですよね。ここには個人差がないうーん、まあでも、でもさ、その持つ人も、まあ、もちろん体力差とかもあると思うし、はい、あとなんかそのテンション差っつうのその持たない人、はい、やっぱその一言言っていいですか、気合いっすよね出た気合い一番計測不可能ね、あれ気合い、なんでそんな元気の気合いっすね。元気は気合い、おという寝ちゃったりしません、その飲み会行って疲れてるから。すごくたまにその寝落ち、うん、でも本当にね、この5年で寝落ちって1回ぐらいですね。あ、そんなにしないですか、はい、だから多分そうで、基本的には酒飲んで、はい、わーっとでどんどん口がきつくなっていくっていう、まあ一番あ、それで泣いてる男性をいっぱい見てる男性ね、男性、女性じゃないですよあれね、歌丸さんは女性には本当優しいんです。あ、これは本当に優しいし、ね、寒くないとか、はい、お腹空いてないとか本当にそういうね、てかね、一度付き合ってみたかったっていうぐらい優しいんですけど、はい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 、なぜ男にはあんなに厳しいのか。まあでもだいぶね、そんなそういうことみんな言うから僕がそういう人だってなってますけど、はい、今は男にも優しいです。あ、寒くないって寒くない首苦しくないというわけで、寝だめカンタービレというのがね、今日の結論でございます。言うんじゃなかったお悩みガールズアクションでした。それでは、この時間は番組に届いたメッセージをご紹介いたします。お願いします。はい、あのオープニングで話した、はい、あのおなら問題、男性は他の、ね、人のおなら聞いたことあるのか。はい、当たりでございます。いつかは少年ライダーさん、53歳男性からのメール、ありがとうございます。ジェーンさん、男子トイレだと結構おならは平気なようですよ、うん、用を足しながらおならは気にせずにしまくってますよ。いろんな音が聞こえてくる時がありますということなんですね。あ、平気なんだ。いやでもちょっとどうかな、ちょっともうちょい足しますか。はい、もう一ついきましょう。ホーリーみかんさん、こちら58歳、はい、やっぱりね、50代男性、58歳男性、若い頃は自分で出し方を調整できていたような気がしますつまみがついてた、うん、その場の状況により、擬音の強弱も G のね、擬音の強弱も自在に切り替えられました、はい、しかし50歳を過ぎた頃からは自分の意に反して勝手にのべつ幕なしに出てしまうことが多くなり完全に制御不能になってしまいましたね。活躍筋が緩んできたのでしょうかねというね、もう起きて寝てる方、調整できないってことですか。じゃあうん、だからその、要は結局さ、出物腫れ物のね、はい、ところがまずってことなんだから、はいはい、そのやっぱ調整できるかどうかに尽きるわけじゃないですか、そんなもの、はい、逆にはその女の人だってさ、はい、そんな調整その聞いたことないって、さっきさ女子トイレで他の女の人のおならは本当にあったとしてもミスで出てしまったみたいなの1回とかそんな感じで。マジで、うん、ああそう、私たちは歩いてる時とかにピッピッピッとか言いながらこう、あ、だからその問題ないところに出してると、そう、外での時は。それでもやっぱ制御の意識が高いってことじゃん。そうです、そうです、まあ、それがいいことか悪いかことは置いといて、女の人はおならとか外でするべきではないというなんとなく思い込みがね、ありますよね、はい、まあ、じゃあ男だってそのわけよ、うん、で俺そのさっきサブで聞いてて、はい、男の人はさぞかしぶっこぶっこ、いやいやいや俺そんな聞いたことない。あ、トイレで他の男性の、俺の行くトイレが上品あ、ハイクラスな人の行くトイレは違うのかもしれないですね。文京区のトイレは違う、文京区は違うですよ、地上の楽園ですからあそこはいやでもそんな、でもね、その男性が、はい、そのやっぱその人による世界になっちゃうんだけど、うん、男の人は確かにぶしつけなタイプの人いて、はい、要はおならネタみたいなのね、俺あれ大嫌いなんだけど、大嫌いなんだけど、はい、おならネタみたいな、はいはい、面白おかしく、はい、あとこう握りっぺとか、大嫌いね、おならネタは全く面白くないと思ってるんだけど、はい、普通ね、他者にがいるところでそんなに心置きなくブボーってやるかって言ったら俺そうじゃないと思うよ。じゃあそんなに大差がないっていう、気は使ってる、だから出ちゃっただけ。あ、活躍、なるほどなるほど、出ちゃった問題なんだ、あれは全部、うん、僕だってそれはね、もう40、はい、現在6ですから、それはね、昔よりはコントロール力、それはコントロールがね、ちょっと冒頭がありますよ、たまには冒頭が、おならの冒頭、うん、あっ、ぶっ、あ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 っ
も奈良はいいでしょう奈良はね、うん、もしカヌー高田さん26歳男性、はい、26歳ね、弊社のトイレでおならがよく響いております。やっぱ会社ともなるとあるのかな、個室はもちろん立ち便器でも人によってはプッとかましていますね、私自身トイレ以外ではできるだけ屋外でスカッシュっぺんに留めるなどじゃコントロールしようとしてる、うんうん、音や匂いを抑えるようにしていますがトイレだと気にしません、うん、友人に至ってはところ構わずぶっかますやつもいますと、全体の 10% ぐらいかな 無根拠ということだからみんながみんなというよりは 10% ぐらいはぶっ放すやつが人がいると、うん、でトイレって難しいですね。パブリックの中のプライベート空間そうだ、ねそうだね、これをどう捉えるか。あと1日会社にいてだとやっぱりそこまで気使ってらんないみたいな、はい、内勤の人とかだと無理ですよ ね、 そうだね。だからむしろ公衆便所とかの方が他者感というかまだ緊張感があってだから僕はあんま聞いたことが会社勤めしてないからそういう差はあんのかもしれない。問題は会社のトイレか。そうかもしれない。ちょっと気になりますね。ずっとだって同僚とかだとやっぱ家族かもしてると思うし、はいはいはい、そういう気の使わなさ感というところがおならぶっかまさに差になってんじゃねえの。なんでそこゴキでなんとか結論ついたみたいな、時間またぐのにちょっとテンションをね、テンションをやっとこう高くしていきたいと思います、ということで一部の放送局でお聞きの方とはここでお別れです、はい、この後8時からも相談は踊ります。2月20日土曜日時刻は午後8時を過ぎました。週末お悩み解消系ラジオジェーンスー相談を踊る生放送でございます。スペシャルウィークの今週は作詞家コラムニストのジェーンスーと週替わりの代行 MC 私ライムスター歌丸でお送りしております。よろしくお願いします、ね、はい、皆様からの相談を次々と受け止めていく当番組ですが、はい、相談感想ツッコミなどのメッセージは番組のメールアドレス sd@tbs.co.jp sd@tbs.co.jp までお送りください。そして番組でメッセージを紹介させていただいた全ての方に番組特製ステッカー、これだってもうあれですか、はい、この番組終わったらこの在庫はもう処分というめちゃレア商品ですよね。えもう掴み違い、もう前張りとかにしか使えませんからね。いやいってんだ、ガンガン送ってください皆さん、ね、メッセージには住所お名前をお忘れなく。はい、はい、というわけで8時台最初の相談です。行かせていただきます。ハニーチェさん女性です、スーさん歌丸さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、どうも、駒田アナが代行 MC だった去年の4月11日に職場の上司が気になり始めたかもという内容で相談させていただいたハニーチェさん、はい、ね、その際は借られたら借り返せ、はい、ね、まずはイーブンに持ち込むすごい格闘技です ね、 もうね、格闘技ですよ、恋愛の格闘技みたいな、借られたら借り返せ、まずはイーブンに、いいんです、まずはイーブンに持ち込めと数々の名言をいただき、はい、爆笑しながら聞きました。多分100回は聞いたと思います。ありがとうございます。本当に勇気が出ました。イエス、あの相談から10ヶ月無事に付き合うことができました。これは良かったですよね、となれば番組的には面白いのかもしれませんが現実ではまだそういった関係にはなっていません。おい、うん、ですが職場の仲の良い数人でご飯を食べに行ったりいい、ね、2人で仕事をしていくことも増え彼のことをいろいろ知ることができました、うん、今は彼女はいないが結婚願望はあること、子供も欲しいと思っていること、うん、実家の家族構成、はい、好き嫌いな食べ物、いいね、休みの日の過ごし方など彼の方からいろいろと話をしてくれる機会が増えました。彼の方からです、最近では私が体調が悪く会社を休んだ時体調を心配する LINE メッセージをくれました。これは随分いいんじゃないの。多少は好意を持ってもらえているのかなと感じています、はい、彼は私の上司という立場なので簡単に向こうからアクションを起こすこともないだろうとも思いつつ、うん、また知り合った当初私に別の彼がいたことを他の同僚が飲み会の席で暴露したこともあり、ケアレスウィスパーですね、まだ彼氏がいると思われているのかもと思いながらも彼の信頼を得ることを優先し仕事に励み今まで過ごしてきました。いいと思います。なのですがここでスーさんの言う引くタイミングが出てきました。はいはい、私の転職です。ああ、なるほど。彼のことは好きですが、うん、自分の将来のキャリアアップを考えてのことなのでその決断は後悔していません。ガチ引きだ、うん、ガチ引きだ、うん、目の前がいなくなっちゃう。そうだね、すって、はい、まだ彼にはその意思は伝えていませんが直属の上司なので一番最初に言うことになります、うん、今月中には伝えるつもりです。もうあと1週間ですね。おお。でこの後が新たな相談です、はい、私が退職した後も彼とは連絡を取り合い、はい、あわよくば付き合えたらいいなと思っているのですが、うん、社内恋愛のプロフェッショナル、そんなことないスーさんだったらどのようにアプローチをしますか。ぜひ今度は借り返す手段をご伝授ください。買ったら借り返せっていう、ね、社内恋愛プレデターですよね。プレデターですか。歌丸さんは社内恋愛はもちろん経験はないと思うんですけれども、会社勤めしてませんから ね、 もうずっともう46回プータローできてますからね。すごいですよね、フリーターです。プータローじゃないですよ、フリーターですよ、私は会社に勤めたこと何度もございますから、うんうんうん、まあ、会社でねそういう彼氏というのを作ったこともあるわけですけども、あ、社内でね、そうです、社内恋愛っていうのもやったことあるわけですけど、うん、これでも今今世紀最大のチャンスですよね。今世紀だって
上司という立場だから、うんうん、LINE で会社を休んだ時に大丈夫かみたいなメッセージが来たっていう解釈もできますが、うんうん、でもそやっぱちょっとなんだろう距離が遠い部下だったら LINE でメッセージとかしないかもしれないなと思うんですよ、うんうんうん、ってことは LINE もお互い知ってるしなんかちょっとこう悪憎からず思っているだけど部下だから手が出せないっていう、うん、とこでわけじゃないですか、うんうんうん、それに対して辞めるんですっていうのは、うん、もう愛買ってちょうだいっていう一表示あ買ってちょうだいね私を買ってちょうあのバイじゃないですよ、うんうん、狩りで買ってちょうだいっていう買ってちょうだいっていうのが借り返す一歩になると思うんですよ、うんうん、ちなみにこのさ上司には気があるっていうことはこれほぼどうなのこのいやまだわかんないまだわかんないだよねすごいすごいだってさみんなにそうみんなにいい人かもしんないからちょっとわかんないけどたださ卒業と同じじゃんこれってはいはいはいそうですねでまさにその上司であるということね彼がいい人であればあるほど上司だからそんなアプローチをお首にも出せないいや俺はだからもしその好意があってそれだったら本当にその誠実な人だと思うしそれがついにその枷が外れるとでしかももうこれがなければお別れかもしれないそうもうやばいやばい盛り上がる盛り上がるねえ、うん、しかもですよ卒業だからつまり下手すったらこうさ要は別れちゃうとしたらですよ、うん、うまくいかなくても、うん、どちらも何の損もな い、はい。だからもう今世紀最大のチャンス分かりますよだいぶ今世紀残ってますけど残ってる確かにだいぶ残ってますけどこれはねただ二度とないないぐらい絶好のチャンスってことよねなんでしたねですかねこれね告白するのさせんのいや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 まず、うん、ポイントは上司に転職することになりましたこの会社を辞めますって、うんうん、どこで言うかですよほうほうほうそこが会議室なのか、うん、相談があるんでちょっと飲みに行きませんかなのかこれは何相談があるんで飲みに行きませんかが正解いやこの相手の上司にもよるんだよなそうだよなえそのそれっていうのは、気持ち異性としての気持ちのテンションじゃなくて仕事に対するスタンス、うん、そうですそうですそうです、うんうんうん、つまりその後輩と飲みに行くなんてそういうのはっていう上司じゃないですか先輩後輩だったらまだですけど、うんね、上司だから、うんうん、いや仕事の相談でって言えば飲みには連れてってくれると思うんですけどでもその分かるよそのいきなり飲みにっていう時点で、うん、こうもうそこでグッとこう体が引いちゃ う真面目な一言 ね構えちゃいますよねあるかもしれないねどう、これやっぱりでも二人っきりがいいのは間違いないでしょそうなんですよだまず会議室でちょっとお話があるんですけどお時間いただけますかって言って会議室にね二人っきりいやいやだからそれエロスのシチュエーションじゃないエロスじゃないけど、うん、でもさでもそうじゃないでもさとはいえ会社という公の場で、うん、でも二人っきりでってさ、うん、なんかもうそのシチュエーション自体がなんていうのある種のこれ別にそういうんじゃなくても、はい、ある種のエロスを含んでいるよねてかあの二人しか知らないっていうことがある程度の期間ある時点で、うん、これさ若干いいね吊り橋効果じゃないけどそうそのさ会議室効果っつうの、うん、そうないよそんな効果いやでもあんじゃねえかな俺今だからポイントは上司を呼び出して会議室 で、うん、それでその前にすごい上司には今いつも以上にちょっとこう親しみようのある頼りにしてる対応しとくんですよ1週間2週間ぐらいほう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 で気を緩ませておいて、うん、で会議室に呼んで、うん、毅然とっていうかすごい笑顔で私転職することにしました、うん、本当にお世話になりましたって言って、うんあの実は決まってるんだけど、うん、まだちょっと他の人には話さないでください特別感、うん、You are special 感、うんうん、で告白じゃないけど告白だねそう告白じゃないけど告白、うん、あなただけが特別ですよって言って、うん、あの折を見てもっと上の上司に話したりとかするんででも一番最初に話しておきたかったんです、うん、最初に知っておいてほしかったんですこれまあそうだねそうそうそうあの告白なんていうのノートでも言えるそう半身を保ちながらのでもはっきり告白みたいなそうあいいね告白と取られれば告白だけどそうじゃないとも言えるっていう、うんうんうん、で何それでさでもさそこでさ多分ねその上司だって、はい、でもすごく自制心が強い人である可能性もあるじゃん、はい、気が例えばあっても、はい、でやっぱその社内だし、うん、そうか、うん、そうか頑張ってね応援してるよそうだってそれで話終わっちゃうじゃんそっからね1ヶ月半ぐらいの間にもしこの人が辞めて、まあ、有給がどれぐらい残ってるかによるんですけど、うんうん、送別会があるんですよ絶対にほう会社の、うんうんうん、そこだなそここでまずフックをかけておくフックかけるうんうんでそのまあ何にせよ上司の中にちょっとこう、はい、クッとこうかかるちょっとフッとかかってカシーンとかかってるそうなんですカラビナが、はい、カラビナかかってるちょっとチクチクするような感じで、うん、なんか気になるところに1ヶ月か1ヶ月半ぐらいで送別会があるんで、うん、それでもう何次会までも上司を引っ張り回しましょう。そこも最後のブレーコーだから。つまりさ、これさ、彼氏がね、その上司が、はい、それこそ二次会で、俺ちょっと帰るんで、うん、ってなったら、もうこれは、そこはすっぱり、
脈なしってことですか。つまり要するにさ、うん、あの上司がどこまでもついてくるようなら脈ありってことじゃないの。てか今日はもう最後までつけてくださいよって一番最初に言う。うんうんうん、今日はもう最後ですから、うんうん、そうね、そういうこと言える。そういう時はね、部下の顔すんねん、うん、こういう時付き合ってくださいよみたいな、言う。今日はもう絶対付き合ってくださいよ最後までって言って。でもそうしたら上司として付き合っちゃうかもしんないじゃん。でもさ、途中で帰るじゃん。まあね、よっぽどじゃないかぎり。まあね、うん、まあ少なくとも1、2次会はいいとして、電車を逃すか逃さないかですよね、やっぱりね。そうだね。でも、まあ、まあ上司もフリーなわけだから、本当は来れる、もうどっちでも来れるのに断ったら、だからそこは諦めてください。そうです。俺ちょっとバルトナイン組んでと。でも絶対ダメバルトナインそんなやつはいい、はい、ブラックスキャンダルの2次の会があるんでちょっと行くんで。これダメですね。ダメですね。ただそっからで3次会ぐらいになったらお互い気も緩むと思うんですよね。まだでも他の人いるでしょ、うん、そういう中でどうそのあれすんの。やらしいね。ちょっとテーブルの下でなんかちょっとくっつくとか。嘘だろ。それは飛びすぎじゃないの。ちょっとくっつくぐらいだっていいですか。ちょそっち。うわ、そう。ちょっと待って、ちょっとくっつくぐらいですよ。え、そっか。え、もうさ、隣に座ってちょっとくっつくぐらいですよ。え、ちょっと待って、その時点で上司の気持ちがあるとかないとかの確認はいいの。まだ手前でいいの、それは。上司はね、多分ね、彼女が辞めないと分かんないと思います、自分の本当の気持ちは。なるほど、明確に目の前からいなくならないと分かんないと思う。そうか、ってことは一旦こっちにやっぱりそのできるだけそのフックを多く残しておくことが大事ってことか。だからその接触とかによってちょっとドキッ、まあ、何にしたってドキッとするもんね。で、時間差でそれが爆発していくと思うので。しかもその、あ、じゃあその場で落とすんじゃないんだ、はい、違う。おお、プレデター。これで何人か食ってきた。マジか。でな、もういい、このでもこれ実行性あんじゃん。それ、いや、頑張ってください。とにかく今世紀最大のチャンスだね。間違いない、間違いない、はい、頑張ってくださいね。次は70年後です。そうです。木星と金星が重なるその瞬間みたいな。はい、次の相談いきましょう。あ、次の相談、あ、次の相談、はい、OK、いきますね。ムスさん、22歳、はい、女性でございます。スーさん、歌丸さん、はじめまして。はじめまして。私は現在就職活動中の大学4年生です。お、去年3月から就職活動を始めて、はい、総エントリー数は70社ほど。今なお内定をもらえていない現状です。大変だね。周りの同級生はあったらあったで内定先の話や勤務先のことが話題に上り、蚊帳の外の私はその場にいるのが とにかく苦痛です。大変だな、こんな。かくいう私は偏差値が高い大学に通っているわけでもなく、学生時代にサークルに入っていたわけでもなく、バイトリーダーになれた経験もなく、バイトリーダーです、うん、さらに言うと自己 PR さえまともに固まっていない状況で、はい、そのこれがやってましたみたいな。そんなこんなで書類選考で弾かれまくり。なるほどね、うん、選考の一つであるグループディスカッションでは周りのスピードについていけずボロ負け、うん、面接の機会はグループ面接、個人面接含め片手で足りるくらいしかもらえませんでした、はい。こんな毎日を打破したいと思い、以前同じゼミの同級生から自分に自信を持っていれば最終面接なんて受かったも同然と助言をもらったことを思い出しました、はい。しかし人との対立をほとんど避けて生きてきて、うん、親とも喧嘩できないことに加え20運年間ネガティブ街道を突っ走っている私に自信を持てと言っても、持てるわけがありません、はい。とはいえ就職先が決まらず卒業するのもなんとか避けたい、ね、というかこんな自分を変えたい、うん、というのが心境です。どうすれば自分に自信を持て自分を変えることができるのでしょうか。暗いメールですが、すみません。ムスさんの22歳、ムスさん、ムスさん、電話つながってます。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。どうもどうもどうも。就活大変です ね、 ね、大変だね、はい、今日歌丸さんがいるよ、特別な日だよ、ただ超役に立たないよ、就職してないんだからね。ごめんね、本当にね。ということで、あの、スーさんは、はい、あの完全氷河期の時で、はい、多分6、70社普通に出してますね、はがき。やっぱそうで、あの、女子大だったっていうところもあったのか、うん、全然はがきなんて資料になって帰ってこなかったですよ。やっぱ、あ、そう、あ、そう、大変だったのね。面接まで行ったのが4社あったかないか。でもね、私すごい意外にやってたんです。もっとちゃんとやった人は100社とか100何十社出してました、はがきを。その時はがきだったんですけど、時代が、うんうん、でバンバン受けたりしてましたけど、これなあ、ちょっとなかなか難しいですよね、就職面接ってね。そうなんでしょうね。何やりたいんですか。うん、やりたい。それもなんかふわふわで、うん、とりあえずなんか介護系とか飲食とか以外だったらいいかなみたいな。あ、うん、はい、なるほどな。でもさ、介護系とか飲食以外だったらいいかなっていう人と、はい、どうしてもその仕事がやりたいですっていう2人がいたら、そうだよね、ムッサンさん、どっち取る。
いいね、いい笑い来たねこれね、引き笑い来たね。でも本当ね、お友達が言ってる自分に自信を持っていれば最終面接の方も当然で、これ暴言に聞こえるけど、うん、はい、俺やっぱ真理だと思う。つまりこれ一言で言うと、クソズーズーしいやつから受かる。それは確かにそうですね。絶対そうだよ。まあ、ていうか、根拠のない自信っていうのが身を助けるってことありますからね。あとさ、その御社ね、御社でなければ、御社が私のもう使命ですぐらいの、このために生まれてきたのですぐらいのことを平気で言える。ね、あ、でもね、ムスさん、本当にさっきの話じゃないですけど、介護か飲食以外だったら何でもいいんですっていう人と、はい、その仕事がどうしてもやりたいんですっていう人がの熱意はやっぱり言葉の外に出るんですよ。はい、で、就職面接って、はい、優秀な人を取りたいんじゃなくて、一緒に働きたい人を取るんですよ。熱意だよね。こいつと一緒に働きたいかどうかで、すっごい優秀でも性格悪そうで、場を乱すなと思ったら取らないんですよ。そうだそうだ。うん、なるほど。のその何具体的には、はい、その一個一個の社員、その70社それぞれにもう御社ってこう、はい、違うの、違うの、やっぱりやりたい仕事をちゃんとまず見つけようよ。そっちだ、まっとう。いや本当にだって、うん、何がやりたいかって全然ピンときてない。ピンと、昔は例えば番組制作とか、そういうなんか作る側の仕事にちょっと興味あって、はい、はい、たんですけどみたいな。え、そっちはなんでやんないの？そっち、簡単に言うと、もう選考終わってたり。ああ、なるほどね。そういうなんか都合ですね。それはやろうと思ってたけど忘れてたとか、そんな感じ？はい、忘れてたもあるんですけど、うん、やっぱその自信がないってところにどうしても臆しちゃった。あ、うん、そうなんですよね。何だったらできそう？何だったら、うん、ってなると、バイトが販売業なんで、うん、販売か、あとデスクワークというか、うんうん、そういう系、人をサポートする仕事と、はい、自分から人を引っ張っていく仕事、どっちの方ができそう？あ、それ前者の方が向いてると思います。前者、人をサポートする仕事。はい、で今までの経験は販売と、ジムはやったことあるの？はいはい、ジムはないですね。販売だけ。販売は何の販売やったことあるの？販売、今パン屋でちょっと、パン屋さんやってます。はい、どれぐらいやってんの？だいたい3年くらい。あ、3年。シフトは何時何時ぐらい？はい、シフト、朝のオープンですね。は何時？7時半開店の、だいたい10時から12時くらいまで。うん、お昼の？はい。10時から12時。で、そっから学校行くみたいな感じ。うん、そうですね。パン屋さんで仕事してて、なんか、こういう風にやったらいいなとか、3年ぐらいでやってて気がついたこととかあります？気がついた。お客さんはこういうとこ実は気にしてるんだとか。ああ。そうですね。ちょっと、切るなよ。やったこれだ。あのね、ムツさん、そういうとこ。そういうとこ。そういうとこだよ。そういうとこだよ。うっかり、うっかり切っちゃった。うっかり、焦ってよ。でもさ、今の、はい、多分またかかってくる。今の言う、はい、あれすごい感心して聞いちゃった。いや。すげえ。完全にこの人受かりますよ、今ので話で。うん。朝の7時半から働いたことがある。うんうん、3年間同じバイトをしてる。うん、真面目にやってるわけですね。そう、真面目にやってる。で、いくつかこういうことに気がついたとかっていう話を。うん、はいはい。ムさん来た。ムさん？はい。そういうとこだよ。今何思ったの？すいません、なんか変なことおっしゃったみたいな。おっしゃった。はい、すいません。ムさん、そういうとこ、そういうとこ。すいません。工夫してることありますか、バイト中に。お客さんに気持ちよく買ってもらうためにとか。なんかとりあえず、うちポイントカードあるんですけど、うん、常連の、それ必ずなんかポイントカードありますかみたいな、ページ進めてて、うん、はいはい。でも、常連の人で、ないって確実に分かってる人いるんですけど、うんうん、そういう人にはもうわざわざ言わないように、あうん、毎回言われるとね、イラッとしてするもん。そう、気遣いもある。そうか。うん、あとなんかこういう風にしたらどうですかって提案したことでバイト先でなんか変わったこととかってあります？ムスさんがなんかしたことで。提案、なんかしたかったんだけどできなかったみたいなことが。誰か他のバイトの人がやったことで、あ、変わってすげえと思ったことあります？
変わってすげえ、バイトの他の人が何か言って、ああなるほどこういうことがあるんだとかって。ああ、そうですね、なんかあったと思うんですけど、うん、急にそれ思い出して自分の手柄にしちゃおうか。あー、わかんないもんな。わかんないもんな。バレねーもん。てかでもさ、そういうことに気づくっていう、その職場の細かいところに気づいたり、うん、改善する方法の糸口っていうのに、もう気づくだけでいいんだよね。そうです、そうです。別に やるかどうかも置いといても、うん、それは社会出てやることやで。そうですね。そこだけで、おなんか、で、しかも人柄が良ければ、全然。いいかも、そう。だよね。あの、バイトをしていきましょう。で、販売に絞って受けましょう。販売。はい。過去にやったことがあるので、とりあえずもうギリギリなんで、時間も。そうだね。なので、販売、いろんなとこ、飲食じゃなくて、まあ、パン屋さんじゃなくても、なんかいろいろあるでしょ、興味もある販売って。まあ、売るもんなんでもあんかね。うん。で、大体多分、ものすごく単価が高いもの以外、販売の基礎って同じだと思うので、で、あと今からバイトまでやってんですよね。やってます。そしたら、店長の、はい、店長が読むみたいな本がアマゾンとかに売ってんですよ。いや、店長、これでピカイチ店長お店管理みたいな本が絶対あるんで、1000円以内で。で、それを買って、はい、ディスプレイとか動線とかを変えることによって、売り上げがどう変わるかっていうのを見て、1ヶ月、うんうん、2、3週間やってみてください。絶対変わるんで。わかりました。で、それをまさに手柄みたいな顔して面接で言いましょう。うん、でもその、だから実際にやるかやらないかっていうよりは、はい、その、そういうことにちゃんと気を配ってますってことが、アピールポイントでやれればいいわけだよね。あ、この子、いろいろ頑張ってくれそうって思わせるかどうかですよ。という感じで、役に立てばいいよね、ムスさんね。とりあえず販売でもう一回当たり直してみよう。あ、頑張ってみます。頑張ってみなさい。ね。うん。ありがとうございます。でも立派なもんだよ。立派なもんだよ。ね、朝からパン屋のバイトやってるのは真面目な子だ。ただ電車、電話うっかり切りはお前に気をつけて。そうそうそう。ありがとうございました。ありがとう。頑張ってね。ありがとうございます。TBS ラジオキーステーションにお送りしているジェーンスー相談は踊る、続いての相談です。お願いします。はい、なえさん、はい、46歳男性、僕と同い年です。はい、僕は46歳という年齢で大変お恥ずかしい話なんですが、今アイドルにハマっています。ほう。大阪のエスペシアという5人組のグループです。はいはい、はい。私の番組の選手出ていただきました。あ、そうなんですね。はい。大好きになって2年半、うん、関西ということで親しみを感じる程度だったのですが、月日を重ねること、ごとにどんどん好きになっている自分がいて、うん、今ではエスペシアのことばかり考えるようになりました。そんなエスペシアなんですが、1月のライブで、3月からは大阪から東京に拠点を移すということ、うん、5人のうち3人が卒業して2人になってしまうことが発表されました。5人のエスペシアが大好きだったのと、僕の推しメンが卒業してしまうことが本当にショッキングで、発表があった時は泣き崩れてしまいました。お、2人になっても頑張るということなので全力で応援しないといけないのでしょうが、どうも心のモヤモヤが取れません。卒業していく3人を笑顔で送り出すことが大事なはずなのに、うん、今でも3月のことを考えると悲しい気持ちになります。うん、こんな気持ちでは活動を続けていく2人にも申し訳なくて本当に情けないです。ねえ、ファンの鏡ですよ。それなのに今でも卒業の発表は嘘だったりとか、永遠に3月が来なかったらいいのに。ねえと、幼稚な、なんですかね、思いが、頭を支配しています。はい。アイドルのプロデュースもされておられたジェーンスーさんに教えていただきたいのですが、アイドルの卒業とどうやって向き合ったらいいか教えてほしいです。46歳、ともすれば自分の娘でもおかしくない年齢の娘たちに心を揺さぶられて本当に苦しいです。いいおっさんが何を言ってるんだと思われるのも重々承知ですが、本当に辛いですというね。そんなね、ナイサー46歳とですね、電話がつながっております。こんばんは。おぱんは、よろしくお願いします。どうもどうも。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、どうも。こちらにアイドルの専門のおじさんがいらっしゃいますよ。専門ではないですが、はい、専門ではないですが、エスペシアはいいですよね。そうですね。そうなんですよ。もう僕も大好きなんですけど、うん、最初からファンだったですね、デビューの時から。いや、そうじゃん、1年後ぐらいだったんですけど。あ、そうだったんですか。2年半って言ったんだもんね。うん、エスペシャルもね、最初のメンバーからちょっと減ったりなんかしてからの5人ですもんね。はいはい、そうですね、うん。でも曲とかもう最高ですもんね。この番組にもかけたことあると思うんですけど。それはそうでしょう。うん、誰が推しメンだったですか？そうです。あの、困り系の脇田もなりさんが僕は大好きで。ボーカルもいいですから、ね、もうね。そうなんですよ。なかなかね、だから本当にちょっとグループとして本質が変わってしまうような ね、 ね、だった。先週、あのね、実はこの TBS ラジオ系のこの後からやってる私の番組に出ていただいたんですよ、はい、実は。そうですよね。そうなんですよ。ちょっと関西なんで聞けなかったんですけど、ね、風の噂にはね、聞いていただいたと思いますけど、ね。はい、あ、ってことは東京に拠点を移してしまうから、はい、
会えなくなっちゃうんですね、イベントとかで。そうですね、多分今度は逆に関西に遠征に来てもらった時にしか会えないっていうのと、推しのメンバーはもう卒業していなくなるっていう、その2つが。 それダブルショックですな、確かに。そうなんですよ、やっぱそのグループじゃないですか、もう元のグループには絶対にもうね戻れないというか、そうなんですよね、ないわけだから。そうですね、これまずじゃあプロデュース側ジェンスさん、もうずいぶん前の話ですから、うん、本当に。いやもうね、あの手前勝手な物言いなんですけど、そこの昇進ハートブレイクも含めてアイドルの活動と感じていただけると大変助かるんですけれども、あのその切なっていう、卒業することもアイドルの一部っていうことで、ね、そこまでが切ななストーリーだと思うんですが、これでも私もそう思いますね。あのもちろん酷な話なんですが、うん、これは、はい、あのやっぱりそのアイドルに限らないですね、その何かを応援するときっていうののなんかそのまあ旬の瞬間というかさ、うでアイドルは特にそれがまあ別にあのずっと続くグループもっとあっていいし、はい、女性アイドルは特に本当はずっと続くあり方みたいなもっと模索してもいいとは思うんですが、です、ね、ただ同時に今この時だけっていうのがそのアイドルが輝く理由であるっていうのは確かにね、あるはあるかな。そう、ファンとしてはきついけどね。例えば僕だったらですね、うん、ここまで熱狂したグループっていうね、多分そのナエさんと同じぐらい熱狂したっていうと、うん、まあモーニング娘。というのもいました、うん、まあメンバー変えて今でも頑張ってますけど、はい、もちろんやっぱそこで初期のメンバーが次々といなくなっていくときに、はい、やっぱり大変な喪失感をですね、うん、ありましたか、抱きながらあったりとか、はい、あともし僕はね、例えばですよ、はい、パフューム解散したりしたら、はい、ちょっとそれはまあ、メンバーチェンジとか多分ありえないグループだから、はい、なんかあるとしたら終わりの時、うん、だからもう、多分ね、なんかお察ししますじゃないけど、うん、もうなんか、なんていうんですかね、なんか大事なものがぽっかり空いた感っていうかね。そうですよね、僕もパフュームさんとかネギっ子さんとか見てたんで、そういうのは終わりが来ないって勝手に思ってた部分は。続いてるグループがそうか、最近あるからね。体制がなかったんだ、もともと。うん、ただね、ああいう風に続いているグループっていうの自体が実はすごくアイドルの歴史上では特殊なんですよ。はっきり言って2年以上続くのが異常なんですよ。だから今の、あの女子アイドルブームっていうのは、歴史上類がないあれなんですよね。こんなに長く。そう。だからエスペシャだって続いてる方なんですよ。そうですよね。そうですよね。そうなんですよね。でもそれだけに歴史上類がない苦しみを味わってると言えるかもしれない。確かに、そうだ。これやっぱ卒業みたいなものに対して、はい。こんなに胸が締め付けられるのは学生の時もにもなかった感じですかね。そうですね、多分はとか幼なんですけど初めての感じですね。でちょうどねこの好きになった2年半ぐらい前の時に、はい、ちょっと仕事がうまくいってなくて、上司と折り合いがうまくいってなくて、うん、でなんかいいのないかなと思ってたまたま見たら、はい、もうそれがエスペシアだって、はい、ちょっと曲いいよねと思って何回も行くうちに、今日はあこれができるようになった、すごく上手くなったって、そのエスペシャの上達をずっと見てきて、で応援ですよ、多分、うん、そうなんですよ。で多分僕が仕事がちょうどできてなかった時期なんで、勝手にそれができることが僕の喜びっていう風にすり替わってて、うん、いつの間にかそれでそのエスペシャがどんどん良くなることが、うん、僕が良くなってることっていうのと勝手に重ね合わせた部分もあったんで、うん、でこんなに苦しいんだと思うんですよ。いやこれはでもナエさんのその感情移入の仕方は本当に素晴らしくて、その、はい、アイドルファンとして素晴らしいコミットの仕方だと思いますね。アイドルってやっぱり応援だと思うし、うん、でその応援っていうのが自分の実生活にフィードバックされる、そうそう、これ最高だから ね、 好きじゃない、あの良さが分かってない人にはやれほらいろんなさロ リ、ね、ロリコンだなんだみたいな言い方されて、うん、違うんだっちゅうのみたいなね、そういうあたりね、そうね、いやそうなんですよ。でもやっぱりそのさ、その人生の一時期を、うん、ナエさんにとってのその人生の一時期っていうのはさ、そのなんていうかな、もうそこのナエさんの人生のその大事な、そうですね、要するに苦しかったけど一時期じゃないですか。うん、つまり、ナエさんの人生の大事な一時期じゃないですか。はい、それと同じように彼女たちも同じ時にそのシンクロするように、その成長する期間というのがあって、はい、やっぱりそれはさ、そのさ、なんていうの、その時期の私たちっていうかさ、うん、彼女たちも多分大人になってって、そうですね、そのっていう、そのなんていうのかな、人生の中のその大事な一時期を共に過ごした。だからその作品は残るわけだし。そうです。ナエさんを作ってくれたいろんな作品とか、はい、今だったら映像とかも残るし、そうですよね、その時の良さっていうのが別に消えるわけじゃないっていうかさ、うん、あの時が私を救ってくれたこれ、そしてそのなんていうかな、これからのメンバーの活動とか自分もその生きていくのも含めて、なんていうかな、あの時があったから今があるっていうか、うん、逆にその
今を否定するとその過去も否定することになるじゃないですか、そのなんていうのかな、その固有のそのさ、それぞれの人生のそのルートみたいなさ、はい、ものとして出会いもあれば別れもあるっていうような、わかります、僕の言ってることちょっと抽象的になっちゃってるけど、はい、なえ、はい、さん、はい、仕事はその後いかがですか？部署が変わってちょっと違う上司に変わって折り合いもついて、うん、仕事は今まあまあ普通にできてます。じゃあさ、モナリちゃんの役目がそこで終わったんですよ、多分。ですかね。なえさんをずっと支えててくれたわけじゃないですか。そう。あんまりうまくいかない仕事があって、でも現場に行って、応援して、ああ、できるようになった、できるようになったって言って。で、やっぱりその応援で自分も仕事できるようになってたんですよ、なえさん。はい。そうですよね。だから。自分を応援したの？そう。だからこのタームはここで一回終了。うん、はい、もちろん、モナリちゃんが卒業するのとそれは直接的な関係があるわけじゃないんですけど、うん、ある種なえさんがその仕事で気持ちよく働けるようになるまで待っててくれた感もあるわけじゃないですか。それぐらいの解釈はしてもいいですよ。あとやっぱさ、その、はい、これからモナリちゃんってその要は多分彼女たちの今後の活動みたいなところが、はい、まあ、その今の時点では見えないからあれだかもしれないけど、うん、例えばですよ、もぎ娘僕すごい熱狂してる時に、はい、まあ、後藤真希さんとかさ、はい、ソロ活動して、はい、そのソロ活動でも頑張られてたし、はい、でいろいろご家族のことが本当にいろいろあったじゃないですか、彼女は、はい、ありましたね。でも、はい、その今その地元のさ、もう本当に俺はごっちんらしいって思うさ、うん、着地っていうか地元の男の子と結婚して、で子供産んで、でもまだ、うん、もう輝くほど美しくて、なんていうかな、いろいろあったけど、そのなんていうかな、そのいろいろあった道筋も含めて、そのこれずっとジャムの人がモーニング娘。に縛られてるよりこっちの方が良かったってやっぱ心から思うし、なんかそのって思える時がずっと多分そのなんていう、彼女の人生もあるし、そう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 、くんじゃねえのかな、そのずっとそのずっとここにいるのがいいかっていうとさ、彼女の長い人生のうちの一つのステージから次のステージに行くっていうことだと思いますよ。だから戻ってくるのかもしれないし、ね、名前変えてしれっと戻ってきたりするかもしれないからさ。うん、あとでも、もうそれでいいんだよ。だそうそう、それでいいんですよ。あの、1981年の薬師丸ひろ子がどうだったか。これと現在のひろ子。これはまた、ね。別物。それが、そうじゃないからといって、もう何を言ってるんだ俺は。また分かりますよ。うん、あ、長い目で見てあげてください。わかりました。素敵な時間を過ごせたことは本当に嘘じゃないので、ね、でも幸せだよ、そういうグループと出会えたのはね、うん、あ、そうです、僕もあの SPS シェア知れてめちゃくちゃ良かったと思ってるんで、はい、と同時に次の推しも見つけましょう。はい、ナエさんいい趣味してるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それいけ、お悩み時空バトロール。お悩み時空バトロール、それは古い新聞の人生クロード相談コーナーや海外で見つけた悩み相談に勝手に首を突っ込んでは回答して回る超おせっかいな相談時空警察である。午後調査相談を求めて今夜も時空をバトロール、ね、あの変化をつけようとした結果ね、はい、こういうことになってしまいました。はい、ということで時空を超えた悩み相談とその回答を楽しんでた、はい、前回ね竹山さんがあのみんな知っとるわっていうね、はい、だってね、すごかったですけどね。詳しくはウェブで皆さんググってください、はい、ということで今宵はですね、はい、雑誌ホットドッグプレスで連載されていたハードボイルド作家北方健三先生の青春人生相談試みの地平線から東京都 UT さん大学1年生男性からの相談です。僕は某医学系大学生の1年生です。学費が高いので一部をアルバイトで稼いでいます。悩みは彼女との貧富の差。彼女は金持ちの娘です。彼女は車を持っているのに僕は免許さえ持っていません。自尊心の高い僕としては耐えられませんが、彼女を大好きですし、どうしたらよいか教えてください。これやっぱ北方先生的な、はいね、音楽でしょうね、ジャズイな感じでってことは、ね、葉巻っぽい感じですよね、まあ、もしくは KOKOU 高校のバックグラウンドミュージックですね。北方健三さん、うん、ご存じない方いらっしゃらないと思いますが念のため、はい、1947年生まれの現在66歳。お若いんですね。っていうかってことは、うん、試みの地平線をやっていた頃っておいくつだったの問題ですよ。まだ30代だったってことじゃないですか。それであのハードボイルドガンだったですね。うん、
ハードボイルド作家で、小説ハードボイルド系以外には三国志とか水滸伝などの歴史小説が有名で、うん、試みの地平線とは講談社発行のホットドッグプレスに1986年から2002年まで掲載されていたものなんですが、これ当時の大学生はどうやって読んでたんですか？はい、1986年からということなんで、まあ、僕ちょうど17歳で本当にジャストホットドッグプレス、はい、だから要は氷の地平線始まったその瞬間のホットドッグプレスをリアルタイムで買い続けてる世代です。おーおーおー、なのにソープには行かなかった。なぜ？やっぱそのね、うん、そのやっぱ試みの地平線、例えばさ、はい、今ソープに行けでね有名じゃないですか、ね、はい、やっぱねそういうある種のアイコン化が当時からやっぱありましたよ。つまりその当時読んでた大学生がじゃあその北方先生の言うことを聞いてそのままを実行してたとか、はい、そういうものじゃなく、うん、あれは試みの地平線だからっていう、当時からそういうのもあったんですね。当時からそのぐらいの距離感はあったというのはあると思いますね。だとしたら、まあ、たくさん読んでらっしゃるわけですから、このコーナーはやっぱ北方圭三先生が何と答えたかを当てるコーナーです。うん、そりゃね、あの当時を知ってる歌丸さんだったらどんずばで、ね、ちょっと待って待って、北方先生が答えそうなことを言うの？そうですそうですそうです、それはソープに行けじゃないんですよ。いやいや、ちょっと待って、聞いたの、つながんない、あの論理が、ソープに行けに至る論理が必要だもんね。そうそうそう、だってお金がない人にソープが行けって結構ソープに行けはちょっと酷ですよ、はいはい、ただこれ僕単純に、はい、思うのはやっぱ大学1年でしょ、うん、で医学部通ってて頑張って勉強してると、つまり稼ぐのはあなたが大人になって一丁前の大人、はい、男になってからの話じゃないですか、うんうん、今金ないのなんて当たり前だし、うん、だからそのなんていうかな、で逆にその彼女は金持ちの娘だけどあなたと付き合ってるってことは、そのある意味そのあなたのこれから将来とかのそのあれを見込んでさ、うんうん、これから伸びる男だと、はい、そこを見込んで付き合ってるわけで、金持ちのその女性だから逆にそういうなんかその小金持ってるとかそんなの気にしてないですよ。そんな、うん、確かにそうかもしれないですね、うん、金なら自分が持ってるんですよ、ね、そう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 だからその今、要するに今はこうだけども、はい、見てろよってそのバネにすればいいってことじゃないですか。ねえ、なんかそれで稼いでソープへ行けっていう、うん、そこで違う。だから違う、そこで違う。そのね、違う。北方先生の論理があるとしたら、はい、その、自尊心が強いというのが耐えられないっていうのは、その、要は自分がその男としてまだまだその彼女に見合ってないのではないかという件でしょ、うんうん、自信をつけるには、ソープに行けっていう。なるほど。そういう論理はあり得るかもしれないですね。すごい、あのソープメソッドっていうか、はい、どんな論理でもソープにつなげる、全ての道はソープに続くっていう、それができるんですね。まあ、行ったことない私でもただそのでもね、性的なものに関しては僕はちょっとそれは利があると思ってて、はい、まあ、ソープに行くのがどうか分かんないですけ ど, けどその僕童貞なんですと、はい、そういうことがいたら、そのやっぱそこをどうその自分でその例えば女の子を口説いて、はい、そういう言葉まで持ってってっていう、うん、その要は親とかその保護者の庇護を受けずに性的なことですから、はい、いかにそれをこう自分力で持っていくかっていうのをやるのはその通過儀礼として、はい、まあ、その性的なこと、まあ、例えば自慰行為も一つそうですし、はい、性行為を済ますともそうだし、うん、それは結構意外と大事だぞと、うん、それは男関係なくです、はいはい、人としてそこをどう個人で処理するかっていう、そうですね、初めての社会人、はい、その一人の個人としての、うん、っていう意味で大事だと思うんで、そういう意味でのソープに行け感みたいなものは僕も共有しているという、なるほど、感じでございますね。さあ、うん、北方先生何と答えたのでしょうか、はい、回答見てみましょう。どうなんだろうね、待って、いきますよ。これ北方先生ってことですかね。たかりまくれ、たかりまくれ、女にとにかくたかりまくれ。アルバイトもしない方がいい。車があるんなら助手席に座ってどこどこに行きたいとタクシー代わりに使え。ひどい。世の中にはそうやって使っていい相手というのがたまにはいるものだ。そういう相手ならおとなしく言うことを聞くだろうし、そういう相手でなければ振られるだろう。こういう女を好きになったらそういう覚悟が必要だ。指示語が多くとしと、もし相手が素直に言うことを聞く女だったら、これだ、いつの日か100倍にして返してやればいいだろう。大抵みたいなことですよね、これね。だからこれ一瞬ね、これあれですよ、前半最低って思うかもしれないけど、着地はやっぱり似てるんですよ僕の。なるほどね。要はお前はこれから、うん、そのまだ真の男になる前のね、うん、修行段階なんだから、そのというで大人になその真の男になった時に返せばいいんだって、みんないつの日か100倍にして返してやれば、これはいいじゃないですか。いいと思います。ただその手前のフレーズがたかりまくれ女に、とにかくたかりまくれこあのさ、この発想で言ったらまず女に言えます。そうそうそう、親に相談してね
別れちゃうなんだそりゃ。世の中にはそうやって使っていいや、つまりさ、要するにあの彼女側は、はい、その経済的負担はないのだからと、うんうん、いうことなんですかね、うん、でもどうでもさ、あの男性側がその自分、はい、例えばね、その、まあ、経済的な余裕が、はい、違くても、はいはいはい、その、そこでだからってね、お前んち金持ちだろって言われて、うん、ってどう、ブツよねブツやっぱそこは男なんだから、はい、そこはなんていうの、貧乏デートでもいいから、うんうん、その少なくとも対等を背伸びして、うん、いや別に男女関係ないですよ、男女関係ないな、うん、全然関係ない、だからそのどっちがおごってもいいし、ないんですけど、あ、女の子でもえだってね、佐々木くんち文京区で医者の家で金持ちなんでしょおごって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 やんちょか買ってーねおおそれはちょっとそうですよ、ね、すいませんねってことになりますからね、うん、とにかくね40過ぎたらねあの友達が言ってました、すごいなと思ったんですよ、うん、稼ぐ男より使わない男だそうです。あ、それその生活観念がやっぱりビシッとしてるということなんだね。だから高じゃダメだこれはどう、北方先生ちょっとこれびっくりしました、ね、振られてる可能性ありますよこの彼 ね, ねえ、ただその、 あのいずれ、はい、いずれお前はまだその、うん、私服っていうかそのまだ成長期間なのだからってのありますよ。そうです、ね、僕はかつて高校の時にですね、あの集団デートしてる相手、はいはい、まだ彼女がいませんでした、はいはいはい、集団デートしてる相手に行ったのはやっぱり俺みたいなタイプは30過ぎてからがやばいぞと。分かってんのか。16歳の時に言ったんですよね。分かってんのかと。今は確かに、今は確かに、もろもろ冴えない感じするかもしんないけど、30超えたらマジしよう。でもこれマジですから、これマジ。まあまあ結果そうなってますよ、ね。ああ、あの時聞いてるか、おい。覚えてないよ、もう。どこの 女子校の子らか知らないけど。以上、お悩み軸パトロールでした。大妻だ、大妻。一発行きましょう、行きましょう。はい、ちゃんぽん山さんです。いただいたメール、スーさん、歌村さん、こんばんは。初めてメールいたします、どうも、私は今日の放送をとてもとても楽しみにしておりました。なぜなら私は歌村さんの大ファンであるからです。ありがとうございます。先月2月7日のウィークエンドシャッフルの放送で私のメールが歌村さんに読まれた時は心臓が止まるかと思うぐらい驚きました。ちなみにババアノックしろよの、耳かきエピソードですというねことになります。はい、はい、あだライオン、ライオンがのなんとかだな、あのね、耳クソのことライオンなんとかまあ いやスーさんを知ったのはウィークエンドシャッフルがきっかけです、はい、ありがとうございます。それ以来気がつけば相談は踊るも毎週欠かさず聞かせていただいております。この2つの番組と出会ったことで私の世界は未知の方向へと広がり、人生がとても豊かになったと思っています。そんなお二人の共演は私にとっては夢であり、私のメールが読まれるようなことがあれば心情的には 3P と言っても差し支えございません。 This is 3P。 しかし相談を踊るはまあまあ変わってしまうと聞き、私はいても立ってもやれず、今回の相談のメール、送らせていただきました。相談の内容は、自分の好きな番組のために何ができるのか教えてほしいということです。はい、普通自分の好きな番組は長く続いてほしいと誰もが願っているかと思います。はい、私もスーさんの新しい番組を応援したいですし、ウィークエンドシャッフルをこれからも聞き継げたいと思っています。ただ番組が続くには数字とかお金とかいろいろな大人な事情があるのも分かります。うん、そのような状況において一リスナーとしては何ができるのでしょうか。私の住んでいる地域はどちらの番組もネットされていませんので、ポッドキャストで聞いていますが、ポッドキャストは聴取率に貢献しているのでしょうか。またメールの数なども人気のバロメーターとして重視されていたりするのでしょうか。これからも番組を楽しみにしているリスナーとして何ができるのか教えていただければ幸いです、というちゃんぽん山さん。なるほど、そういう意味ではあれですね、あのメンバーが変わってっていう、はい、そのファンがさ、ね、応援するけどもうね変わっちゃうっていう意味ではこの番組もそうです、ね、番組そうなんです。皆さんありがとうございます。はい、こんなこと言ってくれる人がいるなんてありがたいんですけれども、これだけでもありがたいけどね。本当、あの聴取率にですねポッドキャストは加算されません、直接はね。はい、ただポッドキャストがどれぐらい聞かれているかっていうのはみんな見てますから、うん、だからポッドキャストがすごいね、めちゃめちゃ数出てる、うんうん、あれでじゃあここねダメじゃねえかみたいな感じの、要するにポッドキャストは聞かれてるんだから違う層に聞かれてんだなみたいな、そう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 、材料には当然なってる。だからそれは大丈夫、メールの数もしっかりじゃん。そうですね、こんだけ来てるんですよみたいなのね。そうそう、だからやっぱり聞いてもらってメールを出すとか、なんかリアクションをしてくれるってことですよね。メールでいいよね、うん、何もラジオ背負ってあの自転車で町内回れとは言いませんから。そりゃあねそりゃあちゃんぽん山さんがですよ、直接で、うん、スポンサーになっていただければね。そりゃね。まあであるけど、はい、でもそんなんじゃない全然。違いますよね。うん、メールポッドキャスト聞く全然いい。あとはいい、あとはそのわかんない、それこそ今だったら SNS とかで、うん、オープンな感じで ね、 そうですね、まあ、ハッシュタグなどつけていただいて、できるだけ広く人の目につくところでポジティブなことを何か書いていただく。そうですね。うん、ポジティブな、ポジティブなんですよ、ポジティブな。なんて楽しいんだ、ウィークエンドシャッフル、ね。ネガティブなことはこれね、クローズなところでお願いします。鍵かけます。TBS ラジオキーステーションにお送りしてきたジェーンスー相談は踊るエンディングでございます。早い。まずは来週の代行 MC の発表です。2月27日の代行 MC は
TBS 熊崎和人アナウンサーです。今ねランキングトークバラエティザトップ5の水曜パーソナリティを担当していらっしゃいます、うん、そして、歌丸さんとはこれでちょっとあっという間に2時間だったわけですけど、うん、まあその前にちょっといろいろ告知言っておきましょう。番組への相談は sd@tbs.co.jp までお送りください。お悩みを読まれた方には番組ステッカーに加えて足裏に夜貼って朝スッキリ足裏シートもプレゼントします。まだまだ続きますからね。4月、9日までですね。9日まで続くわけだからね、はい、最後のチャンスっていうねこともありますから送ってくださいね。まあすごいですやっぱスーさんのね回答スキルがね。全然そんなことないですよ。俺もさもう壺買うわと思ったもんこれ。やめてそれ止める役でしょ先輩は。あそうはい、ということで私の告知もよろしいでしょうか。はい、お願いします。皆さんこの後まさかと思いますけどね TBS ラジオこのまま聞き続けるんですよね。もちろんですよ。通常はそうじゃないんですかこれは。よほどのことない。うるさいな。この後9時から、明日へのエール言葉に乗せて、そして10時からは私がパーソナリティを務めるウィークエンドシャッフル、今夜あの映画評論コーナー、ムービーウォッチメン、はい、ね、リドリー・スコット監督マット・デイモン主演、アカデミー賞にも7部門ノミネートされているオデッセイ、先ほどかかったあの、はい、オージェイズのラブトレインというね、今日も素晴らしい効果的に使われております、そして特別企画、みんなが一番好きなスタローン映画はどれ、ついに決定スタローンだらけのアカデミー賞ということで、まあ、スタローンね、あの、はい、ここにてようやくアカデミー賞助演男優賞ノミネートで、ね、すごいですよね。すごいことでございます、うん、本当にクリードが素晴らしかった、はい、それを受けての、ね、特集です。はい、スタジオゲストには芸能界を代表するスタローンファンであり TBS ラジオ大先輩関根勤さんがついに番組初降臨でございます。これは要チェックですね。歴史的にもすごい、はい、時代劇映画研究家、春日大地さんと映像考古学者コンバットレックさん、この二人ももう無類のスタローンファンでございますので、はい、スタローンのおよそ40年に及ぶキャリアの中でみんなが一番好きなスタローン出演作を今夜決定するというこんな特集になっております。はい、はい、これなんか順位は皆さんで決める決まるあの投票で決めるという感じですね、はい、まだね、あもう終わったか、うん、という感じでございます。わかりました。あの番組のオープニングの方で私のスタローン推し作品の話もさせていただきたいと思いますんで、はい、皆さんぜひ聞いてください ね、うん、はい、あっという間にしないもんね。あと2時間できますね。1時間2時間普通に。いや別にもう時間24時間やってたらできますよ。やってますよ私、やってますよじゃなくてやりましょうよ、ね、今度ということですから。とはいえもうこの番組でねこうやってお話するのも最後なわけですからね。やめてくださいそんなちょっとしみったれたじゃないですか。しんみりね。しんみり、しんみり、あの昼に行くと喋れないこととかすごいたくさん増えると思うんで夜呼んでいただけますか。そうなんですか。そんなに昼と夜とで言っていいことと悪いことの差があるんですか。いやどうなんだ。なんかほら昼だとさ少しさなんかこう昼は本名はありなしで言うと、うん、いやいやなしですよ。夜もなしですよ。あそうです。それどっちもなしですか、はい、そうです。どっちもなしです。いやでも応援してますよ。これあの TBS ラジオとかつまりラジオ誌の中の一大転換期というのをね担うあれですからね。なんか焦れてきましたわ。重圧ですよ。みんな聞いてくんね。やめてくださいよみたいなことですかね。はい、はい、これからもよろしくお願いします。まあ、今後ともあとはねちょっと本当にたまには飯でも食いに行きましょうよ。いや本当それ業界人っぽいな。いやちゃんとやりますよ。それじゃないの本当に。誘いますよ。誰にも言えない話いっぱいあるでしょ。誰にも言えないもうドロドロした話いっぱいあるでしょ。出してください、はい、あります、はい、というわけでスペシャルウィークのジェンスー相談踊る今夜はこれにてお開きです。ここまではライムスター歌丸とジェンスーでした。この後10時からも聞いてね。ペロペロキャンディーみたいなのあるじゃないですか。いいやつ。俺あのペロペロキャンディーがね、はい、チッパチャップスも含めて、はいはい、ちょっとで無理なんですよね。何が無理なんですか。棒が怖い。いやだって刺さんないじゃないですかその棒。いやその棒怖い派は、うん、それがもう口の中にこっちに向かって、はい、はい、うなずいてるよ。重厚じゃないんだから。赤木舞子はうなずいてるよこれ。でも怖いんだもんだって、ね、いや口の中に尖ったこういうものを、はい、この方向にね焼き鳥だって横に平行にしながら危なくないように食うのに、はいはい、こうやって食うなんて具の骨頂ですよ。あその瞬間にですよ直下型ドーン来たゴーン。いや別にそれ銃口みたいな感じで今話してますけど、うん、ただのジャスト棒じゃないですか。でもね恐怖っていうのはそういうことじゃないの。やっぱり そっから生じるイメージが恐怖を生むから、うん、あそうなの。そうだからね俺その棒系ダメなんだよね。あ棒キャンディーがダメ。ダメ。あのこううんそうだね横からならなんとか。いやいやいやそんなやらしい舐め方誰がしようってジェーンスー相談を踊る今夜はライムスター歌丸と作詞家コラムニストのジェーンスーでお送りしています。それでは続いての相談ですお願いします。はい、ゴゲミドロさん、はい、ね、吸血鬼ゴケミドロなのでゴゲミドロさん29歳女性。私の悩みはアカウントを持たない私の SNS との付き合い方です。ああはいはい、うん、ミクシーから始まり最近ではインスタグラムまで一つもアカウントを持っていません。ほう。それなのに私のウェブ履歴は、著名人友人家族の SNS URL で埋め尽くされています。他人のそれを見ることを我慢できないんです。ああなるほど。
きっかけはなかなか返事の来ない友人がツイッターでは盛んにやり取りをしているのを発見したことです、うん、それまではたまに見てみる程度だったのですが、これを境にブックマーク登録をしてしまい、それからはチェックが習慣に、自分から見てしまう、最近特に気持ちがざわめくのは自分発信的な意識高い投稿です、うん、見ながら鼻で笑ったり舌打ちしたりしています。わかるよわかるよ、うん、あとはその投稿に対する周りの反応、必ずポジティブね、うん、反応がポジティブ、も気持ち悪いです。流れよ。何かを発信するのには責任が伴うと私は思います。特にインターネットは世界中ほとんど全ての人に届く場ですので、その波及力も大きいです、はい、ただ SNS への嫌悪感はそれをやりたいのにできない自分へのモヤモヤでもあるということも分かっています、うん、責任だなんだと車に構えるのもどうなんだ自分。さすが。これから先参加することはないと思いつつも、ずっと他人の SNS をブックマークし続け観察しながらざわざわするなんて不健康。こんな私はどうやって SNS 時代をサバイブしていけばいいのでしょうか。お知恵を拝借したくよろしくお願いいたします、という。なるほど。現代、現代、現代ですよね。これ歌丸さんは、はい、ツイッターとかアカウントないですよね、はい、私の SNS というか対ウェブスタンスを言っておくと、はい、2005年ぐらいですかね、まあ、ミクシー、はい、浸透期、まあ、日本の SNS 浸透初期と言ってもいいと思うんですが、 そうですね、はい、その時にもう本当にやりぐるっててですね、マイミクでした、まあ、向こうやったね、でそれ様子分かったでしょ僕、はい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 、あのとか24時間ログインし続けてで24時間そのキャッキャッキャッキャ、まあ要はその身内同士なんですけど、キャッ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 、まあそれこそあれですよ、この後うちのもウィークエンドシャッフルにも登場するコンバットレックとかですね、はい、キャッ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 やってもうずっと、まあ、はい、今思えば結構青春だったなぐらいの、うん、感じなんですよ、はい、でそのミクシーやりぐるい気があり、はい、でただそのミクシー、まあ、当時はまだ そんなにその微妙な知られ具合だったのが、だんだん人が増えてくるに従って、うん、まあ、確かに今の SNS に通じるようなちょっと若干の煩わしさを感じる時期になり、ありました、ね、で、その後ライムスター、それまで公式ブログってなかったんですけど、はい、2006年から公式ブログというのが始まり、うん、その、まあ、なんていうか双方向性がちょっと若干面倒くさくなったため、はい、ブログから発信するみたいな感じをやり、はい、それにブログぐるい気がさらに、だって毎日必ず、しかも誰がこれを読むんだっていう長文の、それこそ映画評とか書評とか、うん、まあ今でいうその当時まだウィークエンドシャッフルやってなかったんで、なんかそういう吐き出し場がなかったんでしょうね、まあそれをウェブにぶつける時期というのが2年ぐらい続き、でそれにも秋、そしてもうだから全てのウェブ発信を遮断し今に至る。そうか、ないんですもんね。今やってんの、スープさんは。私はツイッターをやってます。フェイスブックも自分でファンページっていう面白いものを作ってます。もともとだってさ、ウェブにいろいろ文章を上げてるっていうのもあったよね。まあでも一番最初それこそミクシーの誰が読むんじゃ日記ですよ。アホみたいな長い日記。そっから自分のサイトが始まってみたいなこと。うん、豚のテレビに出始めた時に、うんうんうん、検索した時に何も引っかかんないと嫌だなと思って。その前になんか書いてなかったっけ、なんか。いや、ブログはやってないですね。あ、そっか。なんかやってたかもしれないけど、ちょっともうそれこそ 2,3 個上げて終わりみたいな感じでしたね。でもさ、その今この立場だと、はい、双方向性があるものって、うん、やっぱその、まあ、もちろん本気でねきっちりやればいいと思うけど、はい、大変じゃない。いやだってもう完全にお知らせとちょっとつぶやきぐらいで、うん、ツイッターは、うん、もうそれしかないですよね。なるほど。だってなんかちょっと少ない時期だったら、もう少しフォロワーさんが少ない時期だったら、なんかこう多少内輪の人だったら分かってもらえる際どいこととか言えたけど、今はねそれで人を傷つけたりとかする可能性が多分にあるんで、ね、じゃあ公感として使っていると、まあ、まさにこの放送と同じような気分で使っていると。なるほどね。一般の人で SNS のアカウント持たない人って結構珍しいんじゃないですか、29歳だと。SNS ってどこまで指すかだよね。その LINE とかってさ、うん、もう本当に友達同士でさ、ね、知り合い同士でサクッとやるっていうので、うん、はい、まあなんか多分みんな LINE なんじゃないの、多分今一番使う。 LINE を SNS って言われるとちょっとでも違和感ないですか。そうだね、その外に見せるようなもんじゃないからね、から、うん、やっぱその意識高い系の発言が気になるっていうのは Twitter までだろうね、やっぱりね。そう、意識高いの要はみんな見てるけどパーソナルなものでもあるっていう、このギャップがあるのはツイッターが一番大きいかもしれない ね。フェイスブックはどうなん。でもフェイスブックは一応友達以外には消し見えない設定してる人多いですから ね。本名しか、そう、ツイッターやってる人がね、みんなご存じない人も多いっていうのか、はい、僕ちなみにですね、すごいウォッチャーで、あ、見てるんですか、はい、そうそう、だからね、そういう意味ではゴゲミドロさんと非常にスタンスは近いです、はい、自分ではやってないけどチェックはしてるんですよ。アカウントなくてどうやって見るんですか。いや見れるっつうの、だからツイッターは鍵かけない限りは全員世界中に見れる。それを分かって
ってないでやってる人が多いのよ。あ、だからツイッターの人じゃなきゃ見れない。そうだからなんで知ってるんですか、うん、いや見れるっつーのみたいな。だからそのなんか何嘘若も別若持ってんじゃないですか、はいはい、いやなくても見れるんだっていう。ツイッターっていうところのページに行って、うん、誰か名前を入れてその人の、うん、だからホームを見るってことですよね。やり取りを見るっていう。いやホームっていうかそのだからその例えば歌丸だったら歌丸のについて書いてるのがずらっとくるから、うん、あそうかそうか。だから結構そのなんていうかな、どうせそれこそ僕なんかバリバリ見るから、はい、悪口も含めて、うんうん、あの結構見てると思うよみんな。あなたのそれ結構本人にダイレクトに、まあ、それをやったって思う人もいるだろうけど、はい、あのあうわならって思う人もいるだろうし、うん、そうそうそう。だからねゴケミドロさんのこの、 あのスタンスは僕は大変わかります。嫌悪感はそれをやりたいのにできない自分へのモヤモヤ、でもこれから参加することはない、でもずっと他人で SNS をブックマークし続け観察しながらザワザワ。俺それの何がいけないのかなと思うんだけど、もうイライラエンターテインメントって私はよく呼んでるんですけど、うん、イライラする人のやつを見てまたこんなこと言ってるよとか、うん、楽しいですよね。そうだからあの僕は用途がはっきりしてるからね、はい、てめえにあのガソリンを注ぐために、はい、そうなの、火に油をあの自分の中の炎がね、うん、ちょっと最近小さくなってきたなって。わかる、すごいわかりますわ。だからガソリン注いでやると思って、うん、イエイイエイっつって、うぅーけーめー何言ってるんだ俺ら、うん、じゃあこうやってやろうとか、じゃあこういうことしてやろうとか、うね、まあモチベーションになるから。だからボギーミドロさんもなぜ人のそのあれをアカウントを見るのかっていうところのそのあれが動機をね、もちろんその自分がその悲願でるからだとかそんなことじゃなくて、うんうん、あのやりたくないけど見るは別に全然いいと思うよ。だって公開されてるもんなんですかね。公開されてもそう、ね、だしそのなんていうかな、一方的に見る優位とかもあるか、うん、わけだから。そうですね。そうだからなんていうのかな、もっと割り切ってっていうのかな、別に割り切り SNS の割り切り、うん、割り切って、うん、割り切って SNS 監視みたいなスタンスにすればいいんじゃないの、うん、何がいけないのか分かんないな。あと参加したいんじゃないですか。もう一つは一回やってみってのある、うん、だから僕の場合は、はい、ミクシーをやっぱりそのやり倒したから、うん、ゆえに俺はもういいよって自信持っているところはあると思うから、うん、じゃあ SNS まず何から始めましょうかね。この人自分の 今シーンは何なの。シーンは何だろう。ツイッターって感じじゃないですね。ツイッター24時間どんなやつからのレスも返すみたいな、で揉めに揉めって嫌になり尽くした後にみたいな。そう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 、うん、なんだろう。フェイスブックは実名だしな。やっぱツイッターで他人のフリっていうのが一番いけ、じゃ知らない人のフリですね。ゴー。ジェーンスーさんとライムスター歌丸でお送りしている相談を踊る。この時間は働く女性の総合サイトマイナビウーマンのアンケート調査を魚にあれこれ語らうお悩みガールズ白書です。今週のテーマは徹夜がしんどくなる年齢についてです、うん、これねありますよね。しんどいですか。もうもうダメです。あ、そうですか。あのね、徹夜すると翌日が全く使い物になる。持ちが悪くなったのありますよね。そうそうそう、間違いなくありますよ ね。はい、ということで、アンケート調査の結果を聞きましょう。 TBS 林美奈穂アナウンサーからです。どうぞ。はーい、日本の悩める女性たちをリサーチするお悩みガールズアクション、マイナビウーマン編集部のアンケート調査。今回はこちら。徹夜がしんどいと思うようになった年齢トップ5。徹夜しても翌日仕事バリバリやって人間なめんなって言えたのも今は昔。最近はオールすると次の日はワンスアゲインできないなっていう人も多いはず。調査対象である働く22歳から34歳の女性たちは何歳くらいから徹夜できなくてさせんねーな状態だったのでしょうか。それでは5位から1位までランキングの発表です。第5位、20歳、 8.2%。 第4位、23歳、 9.5%。 第3位、しんどいと思ったことがない、 10.8%。 第2位、25歳、 12%。 そして第1位は22歳、 13.9%。 以上、徹夜がしんどいと思うようになった年齢トップ5でした。ことほどさように、20代前半から徹夜に弱くなり始めているという結果でした。最近はプレステ4のフォールアウト4をやって朝を迎えてそうな歌丸さん、徹夜まだまだ大丈夫ですか。以上、早朝番組で今も週2で徹夜状態ですが、
元気いっぱい26歳、 TBS アナウンサー林美奈穂でした。あのすごい情報量が多いね、うん、あの Once again. どこから答えていいのか、まあ、ライムスターネタを突っ込んでいただいてってのもそうですし、はい、そうですね、うん、まあ、私がゲームやってるって話、まあ、もう林さん大変ですよね、やっぱアナウンサーも時間関係なくね引っ張り出されるでしょうから、朝早いとか夜遅いとかありますからね、うん、さあしかしでもライブとか生活もともと遅めが多い、うん、いやでも今はねクラブサーキットというね、はい、いわゆるその夜中にライブやるあれではないんですよ、僕らもホールベースになってますんで、ね、ライブそのものが遅いっていうのはめったにないですね、はい、DJ イベントあるときにたまにまあ朝方とかがたまにありますけど、だその先ほどそのゲームをやって朝を迎えて、はい、朝じゃないです、ゲームを迎えて僕昼を迎えるとかっていう時にまずいって思いますよね、うん、何時から始めるんですかそのゲーム、まあその12時間前ですよね、だからそのぐらいから始めて、ただ僕の場合皆さんとやっぱ生活サイクルが違うため、うん、皆さんにおける徹夜は僕の徹夜じゃないですよね、だからね、何を言ってんのかよく分からない、皆さんにおける徹夜は、いやいやだから朝を迎えたからって徹夜じゃないんですよ、はい、あ、はいはいはい、睡眠時間を割とちゃんと取って、つまりその不健康な時間帯でやるのはそうだけど、そうなんだ、変な時間に寝てるっていうだけ、そうです、そういうこと、そういうこと、そういうこと、なのでその今回のそのアンケート、はい、何そのね、いくつからいくつだっけ、22から34です、22から34、ね、まだまだだよ、でしんどいなと思うようになってきて、ね、1位22歳、ピンとこないわピンとこない、うるせえだよ、ランク王国的なね、ランク王国のランキング的なピンとこなさ感、原宿の女の子に聞いたやつ、ね、幅が狭すぎるんだよあのていうか22歳で思ってる徹夜のしんどさと、うん、42歳そこから20年先の私の感じてる徹夜のしんどさ、まるで違いますよ、例えばジェーンスーさんとかはお仕事で何夜も寝れないとかってあったですか、忙しい時期は、あ、20代とかではやっぱ2日ぐらいはありましたね、2日あの24時間起きていて、うん、その翌日2時間ぐらい寝れるか寝れないかみたいな感じでまたもう1日みたいなのはありましたけど、うんうん、だから完全徹夜で、あたです、こんばんは、ライムスター歌丸です、イエーイ、ちょっとあのから元気を出してくれて、はい、すみませんね、こんばんは、よろしくお願いします、はい、歌丸と申します、昨年の2月以来1年ぶりということで、1年経ったんですね、そうなんです、なんかちょいちょいあのスペシャルウィークの、はい、あの来ていただいてね、終わりとかね、はい、あの番組のつなぎとかね、はい、ご挨拶させていただいてるんで、そんなに経ってると思わなかったですけど、ね、ご存知 TBS ラジオの看板番組ウィークエンドシャッフルの、看板は言い過ぎだろ、じゃあ週末看板番組土曜のあの TBS の休みの日を頑張って埋めてる埋めてもうすぐ10年とかじゃないですか10年じゃない9年目です、ね、9年目ですか、はいはい、すごいですね、まあ中堅どころですか、同じ番組9年やってるってすごいねえ、そういうことで、相変わらず飽きたりしないんですか、飽きるっていうよりね、相変わらず上手くならない、この問題でございますそういうことないですよ、そんな歌丸さんと今日は一緒にやるんですけれども、うん、私とはですね大学のサークルの先輩後輩の仲ということ で、ね、初めてお会いしたのが18歳ですから20あ、そう4年ですよ、あ、そんな経ちますか、24年ですよ、まあ、ただその、ね、あの大学時代は毎週のように、まあ、顔を合わせていましたけど、はい、 その時はちょっと先輩後輩で多少距離もあったし、すごいありました、で多分、ジェーンスーさんが今気をつけながら勘弁してくださいね、前回ポロリしてますからね、ジェーンスーさんが社会人になられてからちょいちょい一緒に食事するようになったりとか、はい、こっちの方が合うんじゅうになったんじゃないですか、その後そうかもしれないで、うん、ね、で今にいても、こう今やもう出世 TBS 看板ってかさ、もうあんたじゃん看板はっていうか、なんかいや、ね、うっかりしちゃったね、いやいや、これでも素晴らしいことで、ありがとうございます、はい、本当にあの先輩として嬉しく思って、ありがとうございます、本当です、本当に TBS ラジオでのウィークエンドシャッフルとの並びもこの春までなんですよ、だからさようならね、そうじゃない、もうちょっとなんか今応援してる寂しくなるよと、まあ寂しいですよね、うん、さあなぜ今日お呼びしたかというとですね、うん、番組史上最高の数字を叩き出したのがこの先輩ということで、そしてのはこれは聴取率の数字ですよね、す、歌丸さんが太鼓 MC だった時は一番らしいですね、そうなんです、ぶっちぎりでよかったらしいじゃない、そうなんですよ、でね俺それ聞いて、まあ嬉しかったですよ、はい、ありがとうございますと思ったけど、当然そこで俺が考えるのは勝ち逃げですよ、わかりましたその最高数字出してるんですよ、はいはいはい、なんで俺セカンドトライする必要あるわけだっていいでしょう、だってもう最高数字出してるから、塗り替えてほしかった、塗り替える意味ないでしょ、自分の記録を塗り替える、しかもこの番組もう終わんだから最高数字意味ねえじゃん、そんなんさ、いや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 、でも要するにさ、誰も得しない、最高数字出しても、おお、そう頑張ったね、ね、でもうちょっと下がると俺が損する、いや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 、あいつのポテンシャル下がったみたいな、いや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 、そんなことないです、絶
全然そんなことないですよ、うん、まあまあでも光栄ですよ、はい、今日はほらしかもさ、TBS ラジオ全体が歌丸デーなんですよ。そうなんですよ。ありますか？昼間からもう本家が、うん、あの TBS ラジオのウェブのね宣伝で、はい、歌丸がお好きなあなたへっていうなんだそのカテゴリー、まあ、要は桂歌丸師匠がね、はい、着々に逮捕されたらですね、ですね、はい、そして今回これ出てそのこの後私の番組ということですから、すごいですよ、1日3分の1ぐらい歌丸っていうことですからね、一緒にしていいのかどうか雑なねくくりで申し訳ないですけど、歌丸が好きなあなたで、ね、そういうのもあって、まあ、受けようと思ってね、これはね、はい、受けて立とうと、よろしくお願いします。あともう最後のスペシャルウィークだから、はい、これ数字が悪くても俺のせいじゃないみたいないやいや叩き出してくださいよ、また何かしら。終わりました、よろしくお願いします、はい、それでは大根 MC 最初のお仕事、番組説明をお願いします。いきますよ、当番組いいんですか、いいんですか、わかりました、それわかりました、これが急なんですね、はい、こういうことです当番組 JS 相談は踊るは週末お悩み解消系ラジオ、シリアスな悩みから身の回りのトホホな悩みまで、リスナーの皆様から届いた相談に次から次へと乗っていきます。その他にもこんなコーナーがあります。7時40分頃からはお悩みガールズ白書、今夜は徹夜がしんどくなる年齢についてのアンケートをご紹介、8時30分頃からのお悩み時空パトロールではハードボイルド作家北方健三先生の人生相談をクイズ形式でチェック。来た、本当が来ました、そして番組ではメッセージも受付中です、冒頭のジェーン・スーさんのトークへのリアクション、おならの話ね、これもあの僕もサブでブーブーブー言ってましたけどね、などなど番組中に思いついたあなたの相談ツッコミなど何でも送ってください。宛先です。メールの方は sd@tbs.co.jp sd@tbs.co.jp、 ファックスの方は東京 03-5562-0954 03-5562-0954、電話で相談したという方は電話番号も書いてくださいね、はい、メッセージを紹介させていただいた方、いただいた方全ての方に番組特製ステッカーと、これ番組特製ステッカー、番組終わるわけですから。そうなんですよ、これはレアですよ、もうレアリティですね、レアリティでございます。お悩みを読まれた方には番組特製ステッカーと、読まれた方には足裏に夜張って朝すっきり、足りらしいと、はい、足りらしいとプレゼントいたしますので、メッセージにはおところお名前もお忘れなく。ございます、はい、それでは9時までの生放送、ジェンスー相談を踊るジェンスーとライムスター歌丸でレッツソーダンス。ジェンスー相談は踊る、週末お悩み解消系ラジオ、ジェンスー相談は踊る。TBS ラジオキーステーションにお送りしているジェンス相談を踊る。それでは今夜最初の相談です。2度目なのにね、こういう大根 MC なんで進行していただくのは歌丸さんですから。そうなんですよね、私がどっちかとぼんやりする、なんだろう、この今ね相談を今読み込んでしまいました、申し訳ございません、はい、今夜最初の相談でございます。はい、はい、いきますよ、ですね、ブーブー短足さん、女性です。はい、いきますよ、スーさんこんばんは。今日の大根 MC、 私の理想の旦那第2位の歌丸師匠ではないですかまあまあ2位はね、1位は誰なんでしょうね、誰なんですかね、本家歌丸師匠、あと理由も来たですよね、どういう理由で、ね、うん、みたいなこともね、はい、添えて送ってくださいねズキュンということで、ギリギリにメールすみません。いやいや、何度か相談メールを書いたのですが、こじれた友人関係のことなどは翌日読むと自分に都合のいいような解釈で書いてあり、またスーさんならこう言うだろうなとおのずと気持ちの整理がつき、一リスナーとして楽しんできました。なるほど、うん、すごいですよ ね、 ね、うん、なんかもう聞いてると事情効果があるそうそうそう、事情効果まさに、しかし番組を終わってしまうということで、一つどうでもいいけどずっと悩んでいることを相談したくメールします。お待ちしてました。それは飴をすぐ噛んでしまうということです。ああ、なるほど友人関係とだいぶ違いますけどねどうでもいいですね、喉が痛くて舐めているのに10秒もしないうちに噛んでしまう。早いよ、噛まない、ように意識したら口の中に気持ちが集中して他のことがおろそかになり、集中が切れた途端ガリッと癖でいっちゃう20年ほど前、大学生の頃、同期にデブの三大特徴は1、よく汗をかく、2、ベルトループの真後ろを通し忘れる。ああ、わかるわかる。なるほどね。うん、そうなの？これ理由あんの？真後ろのところにベルトループがあるじゃないですか。うん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 、あそこにまで多分意識が回んないとか、なんか遠いから。取れないとか、そうそうそう。遠いから。あるじゃないですか、ね。地球と火星の関係が悪いみたいな。そうそうそう、はい。2、ベルトループの真後ろを通し忘れる。そして3、飴を噛む。ベルの三大特徴。と言われました。はい、私、身長の下2桁と体重が同じです。身長の下、例えば167センチだったら67キロって、ね、全然普通じゃん。なるほどね、まあ、身長にもありますしね。そうですよね、うん、飴を舐めたいのです噛むと
一瞬で終わってしまうし、噛んだ瞬間、あ、デブの習慣やってもうたと思うし、何より喉の痛みが収まりません。それそうだよ。長く舐めた。飴を舐めるにはどうしたらいいでしょうか。ちなみに私は2倍速の女と言われるぐらいせっかちで何もかも早いです。あー。ブーブー探索さんからね。あ、今飴。目の前に飴がたくさん来てる。飴舐めながら喋りはできないよ。これを言っとくけど、どれにしよっかな。舐めんのこれ。バターボール、これ美味しそう。ちなみに、はい、なんていうの、お決まりの、はい、ジェンスーさん的にですね、お決まりの飴みたいなのあったりします？私は好きな飴は何だろう、うん、今飴ね、袋開けてますけど、はい、でも入れた入れた、これ、うん、これが三ツ矢サイダー、舐めてるわ。チェルシーが好きでした、子供の頃。チェルシーは飴ですよ。飴か飴か飴か、そうかそうか、飴です。なんかちょっとついついね、キャラメル的に噛みたくなるような見た目だけど。チェルシー何味派でした？いや俺あんまチェルシーはあなたにあげたいって言われてもそんなにこんなピンとこないな。もらえないんですか、私の何か。片言で言われてもそんなピンとこねえなみたいな。チェルシーをあげたかったのに。私の、僕はね、今その喉系で言うと、はい、プロポリスっていうさ、あの緑の袋に入った、はいはい、結構ね、前はね、前はあんまね、いろんなとこなかったんだけど、最近はね、いろんなとこに置くようになってるね。緑色のプロポリス、まあ蜂蜜の、はい、まあなんだ、一番いいとこやりましたみたいなやつかな、はい、一番いいとこやりましたって何ですか。いやこれはね、いいんだ、その僕は喉酷使しますんで、はいはい、ちょっと飲む舐めると喉がやっぱちゃんと痛くなるっていうか、痛くなると、あ、今痛んでるとこう修復して修復している修復しているこういう感じがするんだね。ってことは噛まない。そうね、ただある程度の大きさになったらフィニッシュに行くよね。あ、ガリガリガリっとね。うん、次の、確かに確かに、次のラウンドで、次のラウンドで落とせみたいな感じ。はいはいはい、はい、確かにそうですね。俺もせっかちじゃん、すんごい。私もせっかちです。え、じゃあ噛む派？私は中に何か入ってたら噛んじゃう派です。あ、これどういうことかというと、せっかちだから中の何かが出てくるまで待てないんですよ、うん、迎えに行くんです、うん、中の何かを。あれはでもさ、中に入ってるやつはさ、何そのさ、じゃあ普通に舐めてって舐めてってね、うんうん、薄くなって薄くなって中のものが自然に露出して取ろうって、そうそうそう、んな舐め方してるやついるか。絶対いや分からんですよね。だってさ、まずさ、そのさ、口の中の圧力で絶対その薄くなった、はいはいはい、そのもう一枚の薄皮のところが絶対割れんじゃん、うん、間違いなく割れますね。だから事実上噛んでると同じことになるし、それは、うん、だからでも迎えに行くか、事故かってことのどっちかですよ、まあ、まあそうだね。しかもこの人は迎えに行くっていうよりは無意識にやっちゃってるわけ。やっちゃってるんですよね。で、舐めようとすると、うん、その意識が飛んじゃうってんだよ。舐め慣れてない。そんなわけねえだよちょっと思ってますけど、なんですね。いやでも舐め慣れてないわけ。そうですね、うん、舐め続けない、舐め続けたい。でもさ、僕は今噛んで舐めてるね、はい、三ツ矢サイダー、朝日から出てるね、三ツ矢サイダーキャンディー舐めてますよ。確かに今キリッとしてていいですよ、三ツ矢サイダー感ある、うん、これ噛むの結構大変だぜ。結構、いや、でかいし、いや、噛んで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 、無意識に噛んで、デブ要素、嘘つけ嘘つけ嘘つけ。私167センチで全然、下2桁67キロだったんですよ、痩せてる時だもん。ああそう、うん、そっちのラインだ。全然、ブーブー探索。ちなみにこのデブの三大特徴としての、その飴を噛むってのは、これどういうことなの？食べ物をですね、ゆっくり、うん、消費するってことができないんですよ、デブは。あ、じゃあ早食い問題だと。そうですね。俺も早食いだよ。なんで太ってないんですか？体質。昔の個人差、個人差、個人差。今日はさっきの打ち合わせでね、何個かの禁句の一つだったら個人差っていうね。それ言ったら相談なんか一個も解決しないんですよ。本当だよね。でもその、うん、なんていうの、甘いものをやっぱりそんな量食わないとか、はい、単純にやっぱ食生活にそこまで太る食い方してない問題はあると思いますよ、はい。なんかね、うん、早く食べちゃうと次々と満腹中枢が、うん、刺激される前に放り込んじゃうので、うん、ちなみにその喉が痛くて飴っていう、だからその飴じゃない方の喉対策をすれば済む話じゃね、うん、それも一つですよね、うん、つまりその飴は噛んじゃって飲み込んじゃうじゃん、うんうん、だからもう単純に糖分としていっちゃうと、養分がこっちにいかないと、うん、まあ、結局糖分はある種含まれるんだけど、で、まあ、やっぱ蜂蜜なんだけど、なんだっけ、なんとかハニー、ほら、ほらマヌカハニー、マヌカハニー、それあれですよ、ハシピーから、この番組のプロデュースで、はい、まあ、ハシピーからですね、私がですね、もらったマヌカハニー、マヌカハニー、マヌカハニーいいよ。聞くんですか？俺だって24時間ラジオっていうね、はいはいはい、昨年私がね、バカなね、誰からも頼まれないね、これもやった時に、喉平気だったのは絶対マヌカハニーだよ、はい。そうなんだ。喉ヌールみたいなのよりいいですか？喉ヌールって何？なんかシュッシュってこう、スプレーするような。あー、シュッシュは気分やね。気分。なんで関西人なんですか？シュッシュは気分やね。しょうがない気分やね。いや、違うの。やっぱね、ある程度粘度があるからなんだよ。わかる？はいはいはい、はい。で、粘度が、ただね、その生体そのものにくっつくわけじゃないから、うん、
気分やね、気分なんだよね多分どっちもでどっちも気分やね、どっちも気分ね、でそのなんか体力そのものをその要はさ喉がこう痛んでこう炎症を起こしてるものを収めるわけだから、はい、そうですね、だからその飴じゃなきゃいいんじゃねえの、マヌカハニーこの人飲みそうだな、飲んでもいいの、飲んでもいいの、喉に絡みつくように、はい、飲めばいいんだ、うんがーっとこうさ、うんうん、のうんがーっとこう喉にこう塗るようなイメージでうんがーっとこうごめんなさい、うんがーがちょっとわかんないんですけど、どんな喉にぬちゃーっと、はい、気もね、わかる、その喉にぬちゃっとしたものが付着するイメージでうんがーっと飲む飲む、そうすればで、そのそれぞれ意識してるじゃん、はいはい、でそっからまあわかんない1分30秒かってうーんって、うん、なんかいろんなこと考えてくださいよ、でこうキープすればもう十分です、分あの飴1回分ぐらいは多分もういってると思う、そっか、まず飴ってのは効率が悪いんだと思う、そうですね、飴自体はもう噛んじゃってしょうがないこの人の場合、うん、てか飴そのものはそんなに喉に付着する味じゃない、気分だもん、うん、ほんとマジな話、気分ですねマジな話、飴は気分マジな話は飴気分だから、うん、ということかな、あとはやっぱ超でっかい硬い噛めねえやつとかにするとか、あのディズニーランドとかに売ってる、うん、あのぐるぐる巻いた、なんていうんですか、こうのさせんの、いや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 、まず、うん、ポイントは上司に転職することになりました、この会社を辞めますって、うんうんうん、どこで言うかですよ、ほうほうほう、そこが会議室なのか、うん、相談があるんでちょっと飲みに行きませんかなのか、これは何、相談があるんで飲みに行きませんかが正解、いやこの相手の上司にもよるんだよな、そうだよな、え、そのそれっていうのは、気持ち、異性としての気持ちのテンションじゃなくて仕事に対するスタンス、うん、そうですそうです、つまりその後輩と飲みに行くなんてそういうのはっていう、上司じゃないですか、先輩後輩だったらまだですけど、うん、上司だから、うんうんうん、いや仕事の相談ねって言えば飲みには連れてってくれると思うんですけど、でもその分かるよ、そのいきなり飲みにっていう時点で、うん、こうもうそこでグッとこう体が引いちゃ う、 そ う、 そ う、 そう、真面目な人ほど ね構えちゃいますよね、あるかもしれないね、どう、これやっぱりでも二人っきりがいいの間違いないでしょ、そうなんですよ、だまず会議室でちょっとお話があるんですけどお時間いただけますかって言って、会議室にね二人っきり、いやいやだからそれエロスのシチュエーションじゃない、エロスじゃないけど、うん、でもさ、でもそうじゃない、 でもさ、とはいえ会社という公の場で、うん、でも二人っきりでってさ、うん、なんかもうそのシチュエーション自体がなんていうの、ある種のこれ別にそういうんじゃなくても、はい、ある種のエロスを含んでいるよね、てかあの二人しか知らないっていうことがある程度の期間ある時点で、うん、これさ若干いいね、吊り橋効果じゃないけど、そう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 、そのさ会議室効果っつうの、そうなんかないよそんな効果いやでもあんじゃねえかな、俺今だからポイントは上司を呼び出して会議室 で、うん、それでその前にすごい上司には今いつも以上にちょっとこう親しみようのある頼りにしてる対応しとくんですよ、1週間2週間ぐらい、ほう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 、で気を緩ませておいて、うん、で会議室に呼んで、うん、毅然とっていうかすごい笑顔で、私転職することにしました、うん、本当にお世話になりましたって言って、うん、あの実は決まってるんだけど、うん、まだちょっと他の人には話さないでください、特別感、特別感、うん、You are special 感、うんうん、で告白じゃないけど告白、ね、そうそうそう、告白じゃないけど告白、うん、あなただけが特別ですよって言って、うん、あの折を見てもっと上の上司に話したりとかするんで、でも一番最初に話しておきたかったんです、うん、最初に知っておいてほしかったんです、これまあそうだね、そうそうそう、あの告白なんていうの、どうとでも言える、そうそうそう、半身を保ちながらのでもはっきり告白みたいな、そうそうそう、あいいね、告白と取られれば告白だけど、そうじゃないとも言えるっていう、うんうんうん、で何それでさ、でもさそこでさ多分ね、その上司だって、はい、でもすごく自制心が強い人である可能性もあるじゃん、はいはい、気が例えばあっても、はい、でやっぱその社内だし、そうか、うん、そうか、頑張ってね、応援してるよ、うん、それだってそれで話終わっちゃうじゃん、そっからね1ヶ月半ぐらいの間に、もしこの人が辞めて、まあ有給がどれぐらい残ってるかによるんですけど、うんうん、送別会があるんですよ絶対に、ほう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 、会社の、うんうん、そこだな、そここでまずフックをかけておく、フックかける、うんうん、でそのまあ何にせよ上司の中にちょっとこう、はい、クッとこうかかる、ちょっとフックかかってかかカシーンとかかってる、そうなんです、カラビナが、はい、カラビナかかってる、ちょっとチクチクするような感じで、うん、なんか気になるところに1ヶ月か1ヶ月半ぐらいで送別会があるんで、うん、それでもう何次会までも上司を引っ張り回しましょう、そこも最後のブレイクだから、つまりさこれさ彼氏がね、その上司が、はい、それこそ二次会で俺ちょっと帰るんで、うん、ってなったらもうこれはそこはすっぱり脈なしってことですか、です、ね、つまり要するにさ、うん、あの上司がどこまでもついてくるようなら脈ありってことじゃない、てか今日はもう最後まで付き合ってくださいよって一番最初に言う、うんうんうん、今日はもう最後ですから、うんうん、そうだね、そういうこと言える、そういう時はね部下の顔すんねん、うん、
こういう時付き合ってくださいよみたいな、今日はもう絶対付き合ってくださいよ最後までって言って、でもそうしたら上司として付き合っちゃうかもしれないじゃん。でもさ途中で帰るじゃん。まあね、よっぽどじゃない限り、まあね、うん、まあ少なくとも1、2次会はいいとして、電車を逃すか逃さないかですよねやっぱりね。そうだね、うん、でも、まあ上司もフリーなわけだから本当は来れる、でももうどっちでも来れるのに断ったら、だからそこは諦めてください、ね、そうです俺ちょっとバルトナイン組んでと、でも絶対ダメバルトナインそんなやつはいい、はい、ブラックスキャンダルの2次の会があるんでちょっと行くんでこれダメですね、ダメですねただそっからで3次会ぐらいになったらお互い気も緩むと思うんですよね。まだでも他の人いるでしょ、うん、そういう中でどうそのあれすんの、やらしいね。ちょっとテーブルの下でなんかちょっとくっつくかな。嘘だろ、それは飛びすぎじゃないの。ちょっとくっつくぐらいだっていいですか。ちょそっち、うわそう、ちょっと待ってちょっとくっつくぐらいですよ。えそっか、えっもうさ隣に座ってちょっとくっつくぐらいですよ。えちょっと待って、その時点で上司の気持ちがあるとかないとかの確認はいいの、まだ手前でいいのそれは。上司はね多分ね彼女が辞めないと分かんないと思います、自分の本当の気持ちは。なるほど、明確に目の前からいなくならないと分かんないと思う。そうかってことは一旦こっちにやっぱりそのできるだけそのフックを多く残しておくことが大事ってことか。だからその接触とかによってちょっとドキ、まあ、何にしたってドキッとするもんね。で時間差でそれが爆発していくと思うので、しかもそのあじゃあその場で落とすんじゃないんだ、はい、違う。おープレデター、これで何人か食ってきた。マジかでな、もういいこの。でもこれ実行性あんじゃん。それいや頑張ってください。とにかく今世紀最大のチャンスだね。間違いない。間違いない。はい、頑張ってくださいね。次は70年後です。そうです。木星と金星が重なるその瞬間みたいな。はい、次の相談いきましょう。あ、次の相談、あ、次の相談。オッケー、いきますね。ムスさん、22歳、はい、女性でございます。スーさん、歌丸さん、はじめまして。はじめまして。私は現在、就職活動中の大学4年生です。お去年3月から就職活動を始めて、はい、総エントリー数は70社ほど。はいはい。うん。今なお内定をもらえていない現状です。大変だね。周りの同級生はあったらあったで、内定先の話や勤務先のことが話題に上り、蚊帳の外の私はその場にいるのがとにかく苦痛です。大変だな、これな。かくいう私は、偏差値が高い大学に通っているわけでもなく、学生時代にサークルに入っていたわけでもなく、バイトリーダーになれた経験もなく、バイトリーダーです、うん、さらに言うと自己 PR さえまともに固まっていない状況で、さらにそのこれがやってましたみたいな、そんなこんなで書類選考で弾かれまくり。なるほどね、うん、選考の一つであるグループディスカッションでは周りのスピードについていけずボロ負け、うん、面接の機会はグループ面接個人面接含め片手で足りるくらいしかもらえませんでした、はい、こんな毎日を打破したいと思い、以前同じゼミの同級生から自分に自信を持っていれば最終面接なんて受かったも同然と助言をもらったことを思い出しました、はい、しかし人との対立をほとんど避けて生きてきて、うん、親とも喧嘩できないことに加え20うん年間ネガティブ街道を突っ走っている私に自信を持てと言っても持てるわけがありません、はい、とはいえ就職先が決まらず卒業するのもなんとか避けたいね、というかこんな自分を変えたい、うん、というのが心境です。どうすれば自分に自信を持て自分を変えることができるのでしょうか。暗いメールですがすみません。ムスさんの22歳、ムスさん、ムスさん電話つながってます。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。どうもどうもどうも。就活大変ですね。大変だね、はい、今日は歌丸さんがいるよ。特別な日だよ、ただ超役に立たないよ。就職してないんだからね。ごめんね本当にね。ということで、あのスーさんは、はい、あの完全氷河期の時で、はい、多分60、70社普通に出してますね、はがき。やっぱそうだね。であの女子大だったっていうところもあったのか、うん、全然はがきなんて資料になって返ってこなかったですよ。やっぱ、ああそう、あそう大変だったのね。面接まで行ったのが4社あったかないか。でもね、私すごい意外にやってたんです。もっとちゃんとやった人は100社とか100何十社出してました、はがきを。その時はがきだったんですけど、時代が、うんうん、でバンバン受けたりしてましたけど、これなぁ、ちょっとなかなか難しいですよね、就職面接ってね。そうなんでしょうね。何やりたいんですか。うん、やりたいそれもなんかふわふわで、うん、とりあえずなんか介護系とか飲食とか以外だったらいいかなみたいな。あ、いいか、うん、はい、なるほどなぁ。でもさ、介護系とか飲食以外だったらいいかなっていう人と、はい、どうしてもその仕事がやりたいですっていう二人がいたら、そうだよね、はい、ムッサンさんどっち取る。いいね、いい笑い来たねこれね、引き笑い来たね。でも本当ね、お友達が言ってる自分に自信を持っていれば最終面接で受かったも当然って、これ暴言に聞こえるけど、うん、はい、俺やっぱ真理だと思う。つまりこれ一言で言うと、クソズーズーしいやつから受かる。
それは確かにそうですね。絶対そうだよ。まあ、てか、あの、根拠のない自信っていうのが身を助けるってことありますからね。あとさ、その、御社ね。御社でなければ、御社が、私の、もう、使命ですぐらいの、このために生まれてきたのですぐらいの、こと平気で言えるね。まあね。でもね、ムスさん、本当にさっきの話じゃないですけど、介護か飲食以外だったら何でもいいんですっていう人と、はい、その仕事がどうしてもやりたいんですっていう人が、の熱意はやっぱり言葉の外に出るんですよ。はい、で、就職面接って、はい、優秀な人を取りたいんじゃなくて、一緒に働きたい人を取るんですよ。熱意だよね。こいつと一緒に働きたいかどうかで、すっごい優秀でも性格悪そうで、場を乱すなと思ったら取らないんですよ。そうだそうだ。うん、なるほど。まあ、その、何、具体的には、はい、その、一個一個の社員、その70社それぞれに、もう、御社ってこう、はい、違うの違うの、やっぱり、やりたい仕事をちゃんとまず見つけようよ。そっちだ。まっとう。いや、本当にだって、うん、何がやりたいかって、全然ピンときてない？ピンと、昔は、例えば、番組制作とか、うん、そういうなんか、作る側の仕事に、ちょっと興味あって、はいはい、たんですけどみたいな。え、そっちはなんでやんないの？そっち、簡単に言うともう選考終わってたり。ああ、なるほどね。そういうなんか都合ですね。それはやろうと思ってたけど忘れてたとか、そんな感じ？はい、忘れてたもあるんですけど、うん、やっぱその自信がないってところにどうしても臆しちゃった。あ、そうなんですよね。何だったらできそう？何だったら、うん、ってなると、あのバイトが販売業なんで、うん、あの販売か、あとデスクワークというか、うんうん、そういう系、人をサポートする仕事と、はい、自分から人を引っ張っていく仕事、どっちの方ができそう？あ、それ前者の方が向いてると思います。前者、人をサポートする仕事。はい、で、今までの経験は販売と、ジムはやったことあるの？はいはい、ジムはないですね。販売だけ。販売は何の販売やったことあるの？販売、今パン屋でちょっと、パン屋さん。やってます。はい、どれぐらいやってんの？だいたい3年くらい。あ、3年。シフトは何時何時ぐらい？はい、シフト、朝のオープンですね。は何時？7時半開店の、うん、だいたい10時から12時くらいまで。お昼の？はい。10時から12時。で、そっから学校行くみたいな感じ。うん、そうですね。パン屋さんで仕事してて、なんか、こういう風にやったらいいなとか、3年ぐらいでやってて気がついたこととかあります？気がついた。お客さんはこういうとこ実は気にしてるんだとか。ああ。そうですね。ちょっと、切るなよ。やったこれだ。あのね、あのムツさん、そういうとこ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 だよ、そういうとこだよ。うっかり、うっかり切っちゃった。うっかり焦ってよ。でもさ、今の、はい、あの多分またかかってくる、はい、あの今の言う、はい、あれすごい感心して聞いちゃった。いや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 、すげえ。完全にこの人受かりますよ、今ので話で。うんうんうん。朝の7時半から働いたことがある、うんうん、で3年間同じバイトをしてる、うん、真面目にやってるわけですね。そう、真面目にやってる。で、いくつかこういうことに気がついたとかっていう話を、うん、はいはい。ムさん来た。ムさん？あ、はい。そういうとこだよ。今何何何おったの？すいません、なんか変なことおっしゃったみたいで。おっしゃったの。はい、すいません。ムさん、そういうとこ、そういうとこ。すいません。工夫してることありますか、バイト中に。お客さんに気持ちよく買ってもらうためにとか。なんか、とりあえず、うちポイントカードあるんですけど、うん、常連の、それ必ずなんかポイントカードありますかみたいな、ページ含めてて、うん。はいはい。でも、常連の人で、ないって確実に分かってる人いるんですけど、うんうん、そういう人にはもうわざわざ言わないように、ちょっとこう、毎回言われるとね、イラッとして、そう、気遣いもある。そうか。うん、あとなんかこういう風にしたらどうですかって提案したことでバイト先でなんか変わったこととかってあります？ムスさんがなんかしたことで提案なんかしたかったんだけどできなかったみたいなことが、うん、誰か他のバイトの人がやったことで、あ、変わってすげえと思ったことあります？変わってすげえ、バイトの他の人がなんか言って、あー、なるほど、こういうことがあるんだとかって。あー、あー、そうですね。なんか、会った
と思うんですけど、うん、急に。それ思い出して自分の手柄にしちゃおっか。あー、わかんないもんな。割れねえもん。わかんないもんな。割れねえもん。うん、てかでもさ、そういうことに気づくっていう、その職場の細かいところに気づいたり、うん、改善する方法の糸口っていうのに、はい、もう気づくだけでいいんだよね。そうです、そうです。うん、別に やるかどうかも置いといても、うん、それは社会出てやることやで。そうですね。そこだけで、お、なんか、で、しかも人柄が良ければ、全然。いいかも、そう。だよね。あの、バイト押しで行きましょう。で、販売に絞って受けましょう。販売。はい。過去にやったことがあるもので、とりあえずもうギリギリなんで、時間も。そうだね。なので、販売、いろんなとこ、飲食じゃなくて、まあ、パン屋さんじゃなくても、なんかいろいろあるでしょ、興味もある販売って。まあ、売るもんなんでもあんかね。うん。うん。で、大体多分、ものすごく単価が高いもの以外、販売の基礎って同じだと思うので。ああ。で、あと今からバイトまでやってんですよね。やってます。そしたら、あの、店長の、はい。店長が読む、みたいな本がアマゾンとかに売ってんですよ。いや、店長、これでピカイチ店長お店管理みたいな本が絶対あるんで、1000円以内で。で、それを買って、はい、ディスプレイとか動線とかを変えることによって、売り上げがどう変わるかっていうのを見て、1ヶ月、うんうんうん、2、3週間やってみてください。絶対変わるんで。わかりました。で、それをまさに手柄みたいな顔して面接で言いましょう。うん、でもその、だから実際にやるかやらないかっていうよりは、はい、その、そういうことにちゃんと気を配ってますってことがアピールポイントでやれればいいわけだよね。あ、この子、いろいろ頑張ってくれそうって思わせるかどうかですよ。という感じで、役に立てばいいよね、ムスさんね。とりあえず販売でもう一回当たり直してみよう。あ、頑張ってみます。頑張ってください。ね。うん。ありがとうございます。でも立派なもんだよ。立派なもんだよ。ね、そう朝からパン屋のバイトやってるのは真面目な子だ。ただ電車、電話うっかり切りはお前さん気をつけて。すいません。ありがとうございました。ありがとう。頑張ってね。ありがとうございます。TBS ラジオキーステーションにお送りしているジェーンス相談は踊る、続いての相談です。お願いします。はい。なえさん、はい、46歳男性。同い年です、はい。僕は46歳という年齢で大変お恥ずかしい話なんですが、今アイドルにハマっています。大阪のエスペシアという5人組のグループです。はいはい、はい。私の番組の選手出ていただきました。あ、そうなんですね。はい。大好きになって2年半、うん、関西ということで親しみを感じる程度だったのですが、月日をか、重ねること、ごとにどんどん好きになっている自分がいて、うん、今ではエスペシアのことばかり考えるようになりました。そんなエスペシアなんですが、1月のライブで、3月からは大阪から東京に拠点を移すということ、うん、5人のうち3人が卒業して2人になってしまうことが発表されました、うん。5人のエスペシアが大好きだったのと、僕の推しメンが卒業してしまうことが本当にショッキングで、発表があった時は泣き崩れてしまいました。お、2人になっても頑張るということなので全力で応援しないといけないのでしょうが、どうも心のモヤモヤが取れません。卒業していく3人を笑顔で送り出すことが大事なはずなのに、うん、今でも3月のことを考えると悲しい気持ちになります、うん。こんな気持ちでは活動を続けていく2人にも申し訳なくて本当に情けないですね。ファンの鏡ですよ、それなのに今でも卒業の発表は嘘だったりとか、永遠に3月が来なかったらいいのにねえと、幼稚な、なんですかね、思いが、頭を支配しています、はい。アイドルのプロデュースもされていら、おられたジェーン・スーさんに教えていただきたいのですが、アイドルの卒業とどうやって向き合ったらいいか教えてほしいです。46歳、ともすれば自分の娘でもおかしくない年齢の娘たちに心を揺さぶられて本当に苦しいです。いいおっさんが何を言ってるんだと思われるのも重々承知ですが、本当につらいです。そんなね、ナイサー46歳とですね、電話がつながっております。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。どうもどうも。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、どうも。こちらにアイドルの専門のおじさんがいらっしゃいます。専門ではないですが、はい、専門ではないですが、エスペシアはいいですよね。そうですね。そうなんですよ。もう僕も大好きなんですけど、うん。最初からファンだったですね。デビューの時から。いや、そうじゃん。1年後ぐらいだったんですけど。あ、そうですね。2年半ってことね。うん、エスペシャルもね、最初のメンバーからちょっと減ったりなんかしてからの5人ですもんね。はいはい、そうですね。そうですね。うん。でも曲とかもう最高ですもんね。この番組にもかけたことあると思うんですけど。うん、それはそうでしょう。うん、誰が推しメンだったですか？そうです。あの、困り系の脇田もなりさんが僕は大好きで。ボーカルもいいですから、ね、もなりさん。そうなんですよ。うん、なかなかね、だから本当にちょっとグループとして本質が変わってしまうような ね、 ね、だった。先週あのね、実はこの TBS ラジオ系のこの後からやってる私の番組に出ていただいたんですよ。はい、実は。そうですよね。そうなんですよ。ちょっと関西なんで聞けなかったんですけど。ね、風の噂にはね、聞いていただいたと思いますけど、ね。はい。あ、ってことは、東京に拠点を移してしまうから、はい。会えなくなっちゃうんですね。イベントとかで。そうですね。多分今度は逆に関西に遠征に来てもらった時にしか会えないっていうのと、推しのメンバーはもう卒業していなくなるっていう、その2つが。それダブルショックですな、確かに。そうなんですよ。
やっぱそのでもグループじゃないですか。もう元のグループには絶対にもうね戻れないというか、ね、そうですね、ないわけだから。そうですね。これまずじゃあプロデュース側ジェンスさん。もうずいぶん前の話ですから、うん、本当に。いやもうね、あの手前勝手な物言いなんですけど、そこの昇進ハートブレイクも含めてアイドルの活動と感じていただけると大変助かるんですけれども、あのその切なっていう、卒業することもアイドルの一部っていうことですね。そこまでが切ななストーリーだと思うんですが、これでも私もそう思いますね。あのもちろん酷な話なんですが、これは、うん、あのやっぱりそのアイドルに限らないですね。その何かを応援するときっていうののなんかそのまあ旬の瞬間というかさ、でアイドルは特にそれがまあ別にあのずっと続くグループもっとあっていいし、はい、女性アイドルは特に本当はずっと続くあり方みたいなもっと模索してもいいと思うんですが、ただ同時に今この時だけっていうのがそのアイドルが輝く理由であるっていうのは確かにね、あるはあるかな。そう、ファンとしてはきついけど ね、例えば僕だったらですね、うん、ここまで熱狂したグループっていうね、多分そのナエさんと同じぐらい熱狂したっていうと、うん、まあモーニング娘。というのもおりまして、うん、まあ、メンバー変えて今でも頑張ってますけど、はい、もちろんやっぱそこで初期のメンバーが次々といなくなっていくときに、はい、やっぱり大変な喪失感をですね、うん、ありましたか、抱きながらあったりとか、はい、あともし僕はね、例えばですよ、はい、パフューム解散したりしたら、はい、ちょっとそれはまあ、メンバーチェンジとか多分ありえないグループだから、はい、なんかあるとしたら終わりの時、うん、もう多分ね、なんかお察ししますじゃないけど、うん、もうなんかなんていうんですかね、なんか大事なものがぽっかり空いた感っていうかね、そうですよね。僕もパフュームさんとかネギっ子さんとか見てたんで、そういうのは終わりが来ないって勝手に思ってた部分は、続いてるグループがそうか最近あるからね、体制がなかったんだもともと。うん、ただね、ああいう風に続いているグループっていうの自体が実はすごくアイドルの歴史上では特殊なんですよ。はっきり言って2年以上続くのが異常なんですよ。だから今の、あの女子アイドルブームっていうのは、歴史上類がないあれなんですよね。こんなに長く。そう。だからエスペシャだって続いてる方なんですよ。そうですよね。そうですよね。そうなんですよね。でもそれだけに歴史上類がない苦しみを味わってると言えるかもしれない。確かに、そうだ。これやっぱ卒業みたいなものに対して、はい。こんなに胸が締め付けられるのは学生の時もにもなかった感じですかね。そうですね、多分はとかおさなんですけど初めての感じですね。うん、でちょうどねこの好きになった2年半ぐらい前の時に、はい、ちょっとあの仕事がうまくいってなくて、上司と折り合いがうまくいってなくて、うん、でなんかいいのないかなと思ってたまたま見たら、はい、こうそれがエスペシアだって、はい、ちょっと曲いいよねと思って何回も行くうちに、今日はあこれができるようになった、すごく上手くなったって、そのエスペシャの上達をずっと見てきて、ね、で応援ですよ多分、うん、そうなんですよ。で多分僕が仕事がちょうどできてなかった時期なんで、勝手にそれができることが僕の喜びっていう風にすり替わってて、うん、いつの間にかそれでそのエスペシャがどんどん良くなることが、うん、僕が良くなってることっていうのと勝手に重ね合わせた部分もあったん で、うんうん、でこんなに苦しいんだと思うんですよ。いやこれはでもナエさんのその感情移入の仕方は本当に素晴らしくて、その、はい、アイドルファンとして素晴らしいコミットの仕方だと思いますね。アイドルってやっぱり応援だと思うし、うん、でその応援っていうのが自分の実生活にフィードバックされる、そうそう、これ最高だからね。あの好きじゃない、あの良さが分かってない人にはやれほらいろんなさロリコンだなんだみたいな言い方されてる、そうなんですよ、違うんだっちゅうのみたいなね、そういうあたりね。いや、そうなんですよ。でもやっぱりそのさ、その人生の一時期を、ナエさんにとってのその人生の一時期っていうのはさ、そのなんていうかな、もうそこのナエさんの人生のその大事な、ね、要するに苦しかったけど一時期じゃないですか、うん、つまりナエさんの人生の大事な一時期じゃないですか、はい、それと同じように彼女たちも同じ時にそのシンクロするようにその成長する期間というのがあって、やっぱりそれはさ、そのさ、なんていうの、その時期の私たちっていうかさ、うん、彼女たちも多分大人になってって、そうですね、そのっていう、そのなんていうのかな、人生の中のその大事な一時期を共に過ごした、だからその作品は残るわけだし、そうです、ナエさんを救ってくれたいろんな作品とか、はい、今だったら映像とかも残るし、うん、そうですよね、その時の良さっていうのが別に消えるわけじゃないっていうかさ、うん、あの時が私を救ってくれたこれ、そしてそのなんていうかな、これからのメンバーの活動とか自分もその生きていくのも含めて、なんていうかな、あの時があったから今があるっていうか、うん、逆にその今を否定するとその過去も否定することになるじゃないですか、そのなんていうかな、その固有のそのさ、それぞれの人生のそのルートみたいなさ、はい、ものとして出会いもあれば別れもあるっていうような、わかります、僕の言ってることちょっと抽象的になっちゃってるけど、はい、ナエさん、はい、仕事はその後いかがですか。あ、
あのね、部署が変わって、うん、ちょっと違う上司に変わって折り合いもついて、うん、仕事は今、まあまあ普通にできてます。じゃあさ、モナリちゃんの役目がそこで終わったんですよ。多分。ですかね。ナエさんをずっと支えててくれたわけじゃないですか。そう。あんまりうまくいかない仕事があって、でも現場に行って、応援して、ああ、できるようになった、できるようになったって言って。で、やっぱりその応援で自分も仕事できるようになってたんですよ。ナエさん。はい。そうですよね。だから。自分を応援したの？そう。だこのタームはここで一回、終了。うん、はい。もちろん、モナリちゃんが卒業するのとそれは直接的な関係があるわけじゃないんですけど、うん、ある種、ナエさんが、その仕事で気持ちよく働けるようになるまで、はい、待っててくれた感もあるわけじゃないですか。それぐらいの解釈はしてもいいですよ。あとやっぱさ、その、はい、これからモナイちゃんってその要は多分彼女たちの今後の活動みたいなところが、はい、まあその今の時点では見えないからあれだかもしれないけど、うん、例えばですよ、もぎ娘僕すごい熱狂してる時に、はい、まあ、後藤真希さんとかさ、はい、ソロ活動をして、はい、そのソロ活動でも頑張られてたし、はい、でいろいろご家族のことが本当にいろいろあったじゃないですか彼女は、はい、ありましたね。でも、はい、その今その地元のさ本当に俺はごっちんらしいって思うさ、うん、着地っていうか地元の男の子と結婚してで子供産んででもまだ、うん、もう輝くほど美しくて、うん、なんていうかないろいろあったけどそのなんていうかなそのいろいろあった道筋も含めてそのこれずっとジャムの人がモーニング娘。に縛られてるよりこっちの方が良かったってやっぱ心から思うし、うんうん、なんかそのって思える時がずっと多分そのなんていう彼女の人生もあるしそう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 来んじゃねえのかなそのずっとそのずっとここにいるのがいいかっていうとさ彼女の長い人生のうちの一つのステージから次のステージに行くっていうことだと思いますよ。だから戻ってくるのかもしれないし、ね、名前変えてしれっと戻ってきたりするかもしれないからさ。うん、あとでも、でもそれでいいんだよ。だそうそう、それでいいんですよ。ね、1981年の薬師丸ひろ子がどうだったか、これと現在のひろ子、これはまた、ね、別物ね。それがそうじゃないからといって、もう何を言ってるんだ俺は。また分かりますよ、うん、あ。長い目で見てあげてください。わかりました。素敵な時間を過ごせたことは本当に嘘じゃないので、ね、でも幸せだよそういうグループと出会えたのはね、うん、あそうです僕もあの SPS シェア知れてめちゃくちゃ良かったと思ってるんで、はい、と、はい、同時に次の推しも見つけましょう。はい、ナエさんいい趣味してるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それいけお悩み時空バトロール。お悩み時空バトロール、それは古い新聞の人生相談コーナーや海外で見つけた悩み相談に勝手に首を突っ込んでは回答して回る超おせっかいな相談時空警察である。午後増材相談求めて今夜も時空をバトロール、ね、あの変化をつけようとした結果ね、はい、こういうことになってしまいました。はい、ということで時空を超えた悩み相談とその回答を楽しんでいた、はい、前回ね竹山さんがあのみんな知っとるわっていうね、はい、だってね、すごかったですけどね。詳しくはウェブで皆さんググってください、はい、ということで今宵はですね、はい、雑誌ホットドッグプレスで連載されていたハードボイルド作家北方健三先生の青春人生相談試みの地平線から東京都 UT さん大学1年生男性からの相談です。僕は某医学系大学生の1年生です。学費が高いので一部をアルバイトで稼いでいます。悩みは彼女との貧富の2日っていうわけではないんですが本当に睡眠時間が少ないってはありましたけど今はもう朝方まで何かをしたら翌日は夕方まで使い物にならないですよ。ああそう、眠くてそれは台無しです。頭が回んないです。ああへえ。下手したら気持ちが悪いとかです。もうあもう具合が悪くなっちゃうっていうね、うん、なるほど。僕もまあ、 酒また飲んだりするからねさらにねダメージが長引くっていうのはただその上がいくつだ結構34若いよ。34ぐらいが逆に言えば一番それやっちゃってた時期かもしれないですよね。さっきの、 確かにあの SNS 狂い時期ともあれしてもう24時間 SNS やって、はい、でリアルで会ってそこからファミレス行って昼から夕方まで遊んでなんでそんなに友達と会うんですか。いやだからそのやっぱ金はある、はい、で社会的その地位もそこそこ、ね、あの要するに自由が利くんですよ、うん、あれいろんな意味で、ね、それは女もそうですね、うん、30代でそうでまあ結婚もしてない何もしてないだから、はい、もうもう自由なんですよフリーダム、うん、で俺はもうあれが一生続くと思ってた
お酒どうですか、抜けなくなりました？抜けなくなったね。やっぱダメージが、はい、やっぱその結構飲む方なんで、はい、そうするとやっぱ翌日1日使い物にならなくなったりするとちょっとなと。飲む量は変わらない？量は減りました。だからやっぱり量も減って、必然的にその、うん、前はだって1日毎日ですよ、はい、毎日ワイン 1.5 本ずつぐらい開けてたんだけど。うわ、フランス人かって感じですね。うん、でもやっぱさすがにそれはない。もう開けるようにしましたし、あ、休館日っていうのを作るよ。そういうことですね、はいはい、毎日は飲んでない。ただ飲むときはやっぱりがっつりいっちゃう。今日なんかこの後コンバットレックるんで、もうね、うん、大問題ですよね。大問題ですね、それね。うん、ということですからね。だから、まあね、まだ3このね、この幅だと多分あんまりまだそんなに優位なデータ来ない気もする。あと、もともとできないって人もいますからね、うんうん、そうね、周りでも、ね、なんでしょうね、あれ、あの徹夜大丈夫、ショートスリーパーとロングスリーパーいるじゃないですか。そうだね。あとその、まあ、お酒飲んだりしても、はい、もう寝ちゃう人、寝るときは寝ちゃう人、はいはい、いるよね。いますね。え、どっちどっち？私はお酒飲まないじゃないですか、うんうん、だから、まあ、基本的には寝だめする系ですね。寝だめ？寝だめ。寝だめカンタービレ。いや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 。おじさん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 。びっくりしちゃった。そんなこと憧れの先輩が言うことなんて。あのね、この文脈のないダジャレを言うようになったらおしまいなんだよね。もう本当すみません。寝だめ、だね、寝だめ。何の話したか忘れちゃったんですけど、寝だめカンタービレ。あのシャープな四郎さんがこんなことを。ニヤッと笑いながら寝だめカンタービレって。そんな日が来るなんて18歳の私は知らなかった。つまり皆さんいいですか？これが。カレイカレイカレイってことですよね。ここには個人差がない。うーん、まあでもさ、その持つ人も、まあ、もちろん体力差とかもあると思うし、はい、あとなんかそのテンション差っつうのその持たない人、はい、やっぱその一言言っていいですか？気合いっすよね。出た気合い。一番計測不可能ね、あれ。気合い、なんでそんな元気の気合いっすね。元気は気合い、おいう寝ちゃったりしません？その飲み会行って疲れてるからすごくたまにその寝落ち、うん、でも本当にね、この5年で寝落ちって1回ぐらいですね。あ、そんなにしないですか、はい、だから多分そうで、基本的には酒飲んで、はい、わーっとでどんどん口がきつくなっていくっていう、まあ一番あ、それで泣いてる男性をいっぱい見てました。男性ね、男性、女性じゃないですよ。あのね、歌丸さんは女性には本当優しいんです。あ、これは本当に優しいし、ね、寒くないとか、はい、お腹空いてないとか、本当にそういうね、てかね、一度付き合ってみたかったっていうぐらい優しいんですけど、はい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 、なぜ男にはあんなに厳しいのか。まあでもだいぶね、そんな、そういうことみんな言うから、僕がそういう人だってなってますけど、はい、今は男にも優しいです。寒くないって。寒くない。首苦しくない。というわけで、寝だめカンタービレというのがね、今日の結論でございます。言うんじゃなかった。お悩みガールサクションでした。それでは、この時間は番組に届いたメッセージをご紹介いたします。お願いします。はい、あのオープニングで話した、はい、あのおなら問題、男性は他の、ね、人のおなら聞いたことあるのか。はい、あたりでございます。いつかは少年ライダーさん、53歳男性からのメール、ありがとうございます。ジェーンさん、男子トイレだと結構おならは平気なようですよ、うん、用を足しながらおならは気にせずにしまくってますよ。いろんな音が聞こえてくる時がありますということなんですね。あ、平気なんだ。いや、でもちょっとどうかな。ちょっともうちょい足しますか。はい、もう一つ行きましょう。ホーリーみかんさん、こちら58歳、はい、やっぱりね、50代男性、58歳男性。若い頃は自分で出し方を調整できていたような気がします。つまみがついてた、うん、その場の状況により、擬音の強弱も G のね、擬音の強弱も自在に切り替えられました、はい、しかし50歳を過ぎた頃からは自分の意に反して勝手にのべつ幕なしに出てしまうことが多くなり、完全に制御不能になってしまいましたね。活躍筋が緩んできたのでしょうかね、というね、まあ、もう起きて寝てる方調整できないってことですか、じゃあ。うん、だからその、要は結局さ、出物腫れ物をね、はい、ところかまずってことなんだから、はいはい、そのやっぱ調整できるかどうかに尽きるわけじゃないですか、そんなもの、はい、逆にはその女の人だってさ、はい、そんな調整、その聞いたことないって、さっきさ、女子トイレで他の女の人のおならは本当にあったとしてもミスで出てしまったみたいなの1回とか、そんな感じで。マジで？ああそう。私たちは歩いてる時とかにとか言いながらこう、あ、だからその問題ないところに出してると、そう、外での時は。それでもやっぱ制御の意識が高いってことじゃん。そうです、そうです。まあ、そのそれがいいことか悪いかことは置いといて、女の人はおならとか外でするべきではないという、なんとなく思い込みがね、ありますよね、はい、じゃあ男だってそのわけよ、うん、で俺そのさっきサブで聞いてて、はい、男の人はさぞかしぶっぷこぶっこ、いやいやいや俺そんな聞いたことない。あ、トイレで他の男性の、俺の行くトイレが上品。
あ、ハイクラスな人の行くトイレは違うのかもしれないですね。文京区のトイレは違う。文京区は違うですよ。地上の楽園ですから、あそこは。いや、でも、そんな、でもね、その男性が、はい、そのやっぱその人による世界になっちゃうんだけど、うん、男の人は確かに物質系なタイプの人いて、はい、要はおならネタみたいなのね、俺あれ大嫌いなんだけど、大嫌いなんだけど、はい、おならネタみたいなの、はい、うん、面白おかしく、はい、あとこう握りっぺとか、大嫌いな、はい、おならネタは全く面白くないと思ってるんだけど、はいはい、普通ね、他者にがいるところでそんなに心置きなくブボーってやるかって言ったら俺そうじゃないと思うよ。じゃあそんなに大差がないっていう、気は使ってる、だから出ちゃっただけ。あ、活躍、なるほどなるほど、そう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 、出ちゃった問題なんだ、うん、あれは全部。僕だってそれはね、はい、もう40現在6ですから、はい、それはね、昔よりはコントロール力、それはコントロールがね、ちょっと冒頭がありますよ、たまには。冒頭が、おならの冒頭、うん、って時はありますよ。8時前ですよまだ。おならはいいでしょう、おならはね。うん、もうちょい、カヌー高田さん、26歳男性、はい、26歳ね、弊社のトイレでおならがよく響いております。やっぱ会社ともなるとあるのかな、個室はもちろん立ち便器でも人によってはプッとかましていますね、私自身トイレ以外ではできるだけ屋外でスカシッペに留めるなど、コントロールしようとしてる、うんうん、音や匂いを抑えるようにしていますが、トイレだと気にしません、うん、友人に至ってはところ構わずぶっかますやつもいますと、全体の 10% ぐらいかな、 無根拠ということ。だからみんながみんなというよりは 10% ぐらいはぶっ放すやつが人がいると、うん、でトイレって難しいですね、パブリックの中のプライベート空間、そうだね、そうだね、これをどう捉えるか。あと1日会社にいてだとやっぱりそこまで気使ってらんないみたいな、はい、内勤の人とかだと無理ですよ ね、 そうだね。だからむしろ公衆便所とかの方が他者感っていうかまだ緊張感があって、だから僕はあんま聞いたことが、会社勤めしてないからそういう差はあんのかもしれない。問題は会社のトイレか、そうかもしれない。ちょっと気になりますね。ずっと例えば同僚とかだとやっぱ家族かもしてると思うし、はいはいはい、そういう気の使わなさ感というところがおならぶっかま詐欺になってんじゃねえの。なんでそこ5期でなんとか結論ついたみたいな、時間またぐのにちょっとテンションをね、テンションをやっとこう、高くしていきたいと思います、ということで一部の放送局でお聞きの方とはここでお別れです、はい、この後8時からも相談は踊ります。2月20日土曜日、時刻は午後8時を過ぎました。週末お悩み解消系ラジオ、ジェーンスー相談は踊る生放送でございます。スペシャルウィークの今週は作詞家コラムニストのジェーンスーと週替わりの代行 MC、 私ライムスター歌丸でお送りしております。よろしくお願いします、ね、はい、皆様からの相談を次々と受け止めていく当番組ですが、はい、相談感想ツッコミなどのメッセージは番組のメールアドレス sd@tbs.co.jp sd@tbs.co.jp までお送りください。そして番組でメッセージを紹介させていただいた全ての方に番組特製ステッカー、これはだってもうあれですか、はい、この番組終わったらこの在庫はもう処分という、めちゃレア商品ですよね。え、もう使い道ない、うん、もう前張りとかにしか使えませんからね。いや、言ってんだ、ガンガン送ってください、皆さんメール、ね、メッセージには住所お名前をお忘れなく。はい、はい、というわけで8時台最初の相談です、聞かせていただきます。ハニーチェさん、女性です、スーさん、歌丸さん、こんばんは、こんばんは、こんばんはどうも、駒田アナが代行 MC だった去年の4月11日に職場の上司が気になり始めたかもという内容で相談させていただいたハニーチェさん、はい、ね、その際は借られたら借り返せ、はい、ね、まずはイーブンに持ち込む。すごい、ね、格闘技ですね、格闘技ですよ、恋愛の格闘技みたいな、ね、うん、借られたら借り返せ、まずはイーブンに、いいんです、まずはイーブンに持ち込めと数々の名言をいただき、はい、爆笑しながら聞きました。多分100回は聞いたと思います。ありがとうございます。本当に勇気が出ました。イエス、あの相談から10ヶ月無事に付き合うことができました。これは良かったですよね、となれば番組的には面白いのかもしれませんが、現実ではまだそういった関係にはなっていません。おい、うん、ですが職場の仲の良い数人でご飯を食べに行ったり、いいね、2人で仕事をしていくことも増え、彼のことをいろいろ知ることができました、うん、今は彼女はいないが結婚願望はあること、子供も欲しいと思っていること、うん、実家の家族構成、はい、好き嫌いな食べ物、いいね、休みの日の過ごし方など彼の方からいろいろと話をしてくれる機会が増えました。彼の方からです、最近では私が体調が悪く会社を休んだ時、体調を心配する LINE メッセージをくれました。これは随分いいんじゃないの。多少は好意を持ってもらえているのかなと感じています、はい、彼は私の上司という立場なので簡単に向こうからアクションを起こすこともないだろうとも思いつつ、うん、また知り合った当初、私に別の彼がいたことを他の同僚が飲み会の席で暴露したこともあり、ケアレスウィスパーですね、まだ彼氏がいると思われているのかもと思いながらも彼の信頼を得ることを優先し、仕事に励み今まで過ごしてきました。いいと思います。なのですが、ここでスーさんの言う引く立
タイミングが出てきました。はいはい。私の転職です。ああなるほど。彼のことは好きですが、うん、自分の将来のキャリアアップを考えてのことなので、その決断は後悔していません。ガチ引きだ、うん、ガチ引きだ、うん、目の前がいなくなっちゃう。そうだね、すって、はい。まだ彼にはその意思は伝えていませんが、直属の上司なので一番最初に言うことになります、うん、今月中には伝えるつもりです。もうあと1週間ですね。おで、この後が新たな相談です、はい。私が退職した後も彼とは連絡を取り合い、はい、あわよくば付き合えたらいいなと思っているのですが、社内恋愛のプロフェッショナル、そんなことないよ。スーさんだったらどのようにアプローチをしますか。ぜひ今度は借り返す手段をご伝授ください。買ったら借り返せっていう、ね、ね、社内恋愛プレデターですよね。プレデターですか。歌丸さんは社内恋愛はもちろん経験はないと思うんですけれども、会社勤めしてませんからね。もうずっともう46年プータローできてますからね。すごいですよね、フリーターです。プータローじゃないですよ、フリーターですよ、私は会社に勤めたこと何度もございますから、うんうんうん、まあ会社でね、そういう彼氏というのを作ったこともあるわけですけども、あ、社内でね、そうです、社内恋愛っていうのもやったことあるわけですけど、うん、これでも今今世紀最大のチャンスですよね。今世紀だって上司という立場だから、うんうん、LINE で会社を休んだ時に大丈夫かみたいなメッセージが来たっていう解釈もできますが、うんうん、でもそう、やっぱちょっとなんだろう、距離が遠い部下だったら LINE でメッセージとかしないかもしれないなと思うんですよ、うんうんうん、ってことは LINE もお互い知ってるし、なんかちょっとこう悪憎からず思っている、だけど部下だから手が出せないっていう、うん、とこだわけじゃないですか、うんうんうん、それに対して辞めるんですっていうのは、うん、もう愛買ってちょうだいっていう位置表示、あ、買ってちょうだいね、私を買ってちょう、あの倍じゃないですよ、うん、借り、うんうんうん、借りで買ってちょうだいっていう、買ってちょうだいっていうのが借り返す一歩になると思うんですよ、うんうん、ちなみにこのさ、上司は気があるっていうことは、これほぼどうなの、このいや、まだわかんない、まだわかんないだよね、すごい、すごい、だってさ、みんなに、うん、そう、みんなにいい人かもしんないから、ちょっとわかんないけど、たださ、卒業と同じじゃん、これって。はいはいはい、そうですね。で、まさに、その上司であるということがね、はい、彼がいい人であればあるほど、はい、上司だからそんなアプローチを、お首にも出せない。いや、俺はだから、もし、その、好意があって、それだったら、本当に、その、誠実な人だと思うし、はい、それが、ついにその枷が外れると。うん、でしかも、もう、これがなければお別れかもしれない。そう。もうやばいやばい、盛り上がる盛り上がるねえ、うん、しかもですよ、卒業だから、つまり下手したらこうさ、要は別れちゃうとしたらですよ、うん、うまくいかなくても、うん、どちらも何の損もない。だからもう今世紀最大のチャンス、分かりますよ、だいぶ今世紀残ってますけど、残ってる残ってる、確かにだいぶ残ってますけどこれはね、ただ二度とないないぐらい絶好のチャンスってことよね。なんでしたらいいですかね、これね、告白する